僕らの国会。参議院議員全国比例代表青山茂治の講演会、僕らの国会 in 有楽町にお越しいただきましてありがとうございます。今日は総集編です。編の文字は糸編ではなく竹冠です。あれは4月26日火曜日の夜20時頃だったと思います。出張先の徳島から羽田空港に向かう飛行機の中で、議員が仕上げ段階に入っている僕らの選択の表紙を見ながら、突然秘書陣がやりたいと言っていた総決起大会のようなものは総集編にする、編は竹冠だ、絶対に間違うなよと隣でぼんやりしていた私に言明しました。あの頃は6月なんて随分先だなと思っておりましたが、あっという間にこの日を迎えました。皆様には毎回僕らの国会を盛り上げていただきまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今、何か大きなうねりを感じるようになりました。願いは叶うを信じて、このまま一気に最後まで走り抜きます。よろしくお願いします。それでは定刻になりました。参議院議員青山茂春が入場です。大きな拍手でお迎えください。皆さん、こんにちは。せっかくの日曜日の良き日にわざわざおいでいただきまして、皆さん改めてありがとうございます。僕らの国会、いよいよ今日とあと、大阪堺で総集編の西日本版、ね、今日の総集編東日本版合わせてあと2回、さて今日も井出口秘書の名刺会から始まったんですが、今そこでみんなの様子をちらちら見ながら聞いててちょっとびっくりしたんですけど、竹冠にすると総集編の編を、糸編じゃない、絶対に間違うなよ、そんなこと言うてへんわ。あの絶対にこれこれするなしろっていうのは僕基本的に言わないので、まあ太志君がそういうふうに彼らしく真面目に受け取ってくれたんだろうなと思って聞いてました。もう一個なんだと思います。今日ですね、読売ホールからきつくきつく、さっきもそこで言われたのが、飛び降りないでくださいよと、はい、まあ、感染症対策なんですね。だもんで、もう一個何だと思いますかってみんなに聞きたいけど、聞けないのでこちらから言うと、まあ、僕らの国会って本当は議員になってそう時間の経ってない時、北海道の札幌から始めて、それ第1回で、第2回目が沖縄だったんですよね。なんとなくさっきのヒントになってない？これ以上教えたれへん。てかそもそも隠し事苦手なんですよね。で、まあそこから始まってですね、少しずつやってたんですけれども、まあ1期6年の参議院議員の任期が、
僕の言葉で言うと納期が終わりそうになりましたので、もう一度北海道の今度は旭川から始まって全国各地を、まあ正直言うと日程的には相当無理をしてでも回ってきたんですね。でさっき井出口秘書は大きなうねりを感じますととても前向きに言ってくれましたが、全然感じないよ依然として、まあこれ本当に選挙のためにやってるんじゃないんで、誤解招かないようには言いたいんですけど、まあ選挙戦の常套句でうねりがとか確かに言うことはあると思うんですけど、そういうことは特に感じないです、本音で。というか甘い話ばっかりささやく人が、まあ同じ議員の中にも多くて、僕は内心違うなと思ってるんですよね。全国回ってそこの地元のですね、これちょっともう一度みんなよく分かってるだろうけど聞いてほしいんですが、国会議員になっていかに日本の祭りごと、ちょっと違うなと思う用語で言えば政治のことが国民に伝わってないなと思うんですが、まず国会行って衆議院と参議院があるんですよね。これ知らない人も結構いらっしゃるんですよ。主権者がっていうよりやっぱり伝え方の問題だと思うんですよ。政治の言葉って聞いてて嫌になんないですか。もう常套句ばっかりですよね。ちっちゃいことまで言うとですね、こういう話をして結構長く話して挨拶に変えますって言うですよ。言うでしょ。挨拶に変えてるんですか。挨拶っていうのは別な話ですよね。国会議員がちゃんと信じてることを伝えるんだったら挨拶っていうレベルじゃないですよね。数十秒だろうが5時間だろうが同じことですよね。でいつもいつも同じ言い方で政治家、規制の政治家が話すんで、みんな頭通り過ぎると思うんですよ。でも本当は日本には衆議院と参議院っていう違う役割のものがあって、で選挙制度がおかしくて違いがよく分かんなくなってるけど本当は違うんですよ。で参議院も違う役割があって、一つは都道府県別の代表と一つが全国の代表ですよね。でこの全国の代表ってのはとっても大事で、例えばもう皆さんがよく知ってる人、今日東京だから余計知ってるでしょうが、下村博文さんっていう文科大臣やって有名な人いますよね。この人の選挙区って東京都板橋区なんですよ。ということは板橋区議と同じですよね。区議がいけないっていうんじゃなくて、区議の方はもちろん板橋区のことを考えるのが仕事ですよ。それと衆議院議員の選挙区が同じ、ね、僕はこの制度間違いだと思ってます、はい。でもいずれにしても衆議院は日本全国のことを考える人がいないんですよ。ブロックってありますけど、あれご存知の通り全国を11に割って、だから道州制やりたいって言ってる維新が喜ぶような話ですけど、ね、このブロック比例っていうのも僕は違うと思いますよ。例えば近畿ブロックっていうけど、なんでそんなブロック勝手に決めるんですか、ね、だから中途半端な話です。僕は今の47都道府県制がいいと思ってるけど、まるで道州制にもちょっとこうなんていう宗派を送るようなね、そういうことになってますが、いずれにしても衆議院は小選挙区とブロックなんで、日本全国のことを考えるって人がいない立て付けになってるんですよ、ね、もう一回参議院の話戻すと、参議院も47都道府県別に出る人と、それからようやく全国比例で日本全体のことを考えると、ね、ところが前全国区って言ってたでしょ。そう言えばいいじゃないですか。今正式には比例区って言うんですよ、ね、比例区ってなんだかよく分かんないでしょ。いやすごく分かりますっていう人いたら僕はちょっと不思議ですね。一応言葉のプロですけど、作家ですから言葉が僕の大事な仕事の、日本語が私の、まあ、生きる理由の一つですよね。比例区っていうのはどういう意味でしょうか、ね、なんかさっきからダジャレ言おうとしてんだけどダジャレも言えないんですよ。比例
これ全然ダジャレになってないよ。全国区って言えばいいじゃないですかね。はい、いやここで拍手出るのはちょっと嬉しいですけど、だからもっともっと分かる制度にしないと投票率が 毎回落ちるばっかりなんですよ。でこの全国比例、正式には比例代表、比例区って言ってるわけですから、比例区、これがまたひどい投票方法で、あの投票場行かれるとですね、 まだネット投票はできませんから、海外の人もネット投票はできないんですよ。僕はまあ苦労して作った制度は登録できるだけです。投票は実際投票用紙に書くっていうのは国内の同胞も海外の同胞も同じです。だから皆さん投票所に行かれると、期日前投票もうすぐ始まりますけど、2枚渡されるんで、さすがに2枚渡されたらなんか2つあるらしいって分かりますよね。いや本当に普段こんなこと考えない人、考える機会なかなかありませんから、もう一回言いますが、主権者のせいっていうのはおかしいですよ。それはどの人にも、どんな忙しい人にも分かるように制度を作るべきで、もう一回言うと、今言うことよく聞いてくださいね。この投票用紙2枚もらって、まあ、1枚目は身近なご自分のお住まいの都道府県の候補者だなと。でもう1枚、比例区って書いてあるからよく分かんないけど、例えば青山の野郎が何か言ってたな、全国とか言ってたなと、もし思い出したら、あ今度は日本全体の立場で選ぶのかなと。あ、ここ椅子空いてますよ、空いてる、よかったら舞台上がって僕の横見ますか、はい、あ、ここ空いてる、ここ、あ、そうですか、はい、私が嫌われました、違う、そんな拍手なくていいよ、ここ椅子空いてますよ、はい、これ明日の朝5時までなんで座らないと倒れちゃうよ、はい、太君の言ったうねりの話に戻るんですよ。その前にこう回り道だけどちょっとよく聞いてほしいのが、もう一枚投票用紙くれるんですよ。それ色が違ってて白いんですよね。だからなんか違うなと、比例区ってなんだろう、全国かなと思ったら、さらにひどいややこしい話が待ってて、政党名書いてもいいし個人名でもいい。こんなおバカな制度あるんですか、これ。どっちでもいいって、何考えてんだお前ってことでしょ、全国会議員が僕も含めて。こんなの変えなきゃダメですよ、はい、今国会議員でいる人が自分に都合のいい制度に使用しようとするからこういうことになるわけですよ、はい、僕の話全部つながってて、ほとんどの国会議員は同じ言葉遣いでしょ。何やらもっと挨拶に変えますとかね、それから未来を開きますとかね、なんだっけ岸田総理のスローガンも、決断と実行、むしろスローガンをしっかり検討にした方がいいんじゃないですか。まあね、今日あえて議員バッジもつけて、議員バッジ僕は反対なんだけど、今山本つけて来た自由民主党の現職議員が、党が苦労して決めたスローガンをこういうふうに言えるっていうのは、まあ共産党では無理ですね、やっぱりね、はい、まあそこは腐った部分のある自由民主党でも良いところですよ、ね、でその上で話元に戻していくと、さっき言いました通り、改めて今度は旭川からずっと回っていって、北陸地方も6年前の遊説で行けなかったところもずっと回っていきましてですね、感じるのはやっぱり日本の祭りごとに理念がないっていうことです。今回の参議院選挙の一番大事な点はそれだと思う。戦争に負けて77年間理念がないんじゃなくて、理念持っちゃいけないと。子どもたちは何のために勉強するのか、あなた勉強しないと自分の人生が危ないわよって、そうやって育てて大人になってから急にみんなのために働けって言ったってできるわけないじゃないですか。人のために勉強するんですよ。人のために役立てるように自分を磨くことが勉強することであり、スポーツをすることなんですよ、ね、
そんなことを大きな声で言えるのは日本だけなんです、はい、古代の時代から国を率いた天皇陛下がまず私心を捨てられてきた伝統を守ってきたから、守ってきたのは陛下ご自身とともに私たち万民ですから、日本の民は守ってきたんですよ。今ほとんどショート動画だったでしょ、この部分数十秒ですよね。こんなことがなんで分かんないんだと、目の前のことばっかり見てるからだろと、僕も含めて自分は落ちたっていいんですよ、人のために国会議員になってるだけだから、ね、正直言うとまだ公示にもなってないのに、あと10日ですけど、公示前と公示後は全然違うんですよ。国会議員が自分で作った法律で選挙活動は公示後って言ってるのに、その国会議員が法律破ってどうするんですか。どうも、正直僕の同期議員全員と仲いいですけど、守る会だけじゃなくて同期の二十何人だったと思いますけど、同期議員とも仲いいですが、みんなもう選挙事務所開きってやってるんですよね。ニュースになってる人もいますよ。これやっぱりおかしくないですか。普通に考えて、国会議員は法律作って守ってくださいと主権者に訴える立場ですよね。だから今回も僕は公示後にならないと選挙事務所なんて開きませんね。ハマグリじゃないんだから、寝せられてパカッと開くわけにいかないんですよ。どっからハマグリって連想が来るんでしょう。単にお腹が空いてるってだけなんですよ。話を元に戻すと、さっき本当に真面目な公設政策秘書、ね、政策能力高いです彼は、井出口太秘書が言ってくれたうねりっていうのはきっと、まあ彼らにほとんどの場合彼が同行してますからね。今日は有楽町ですから、まあ国会から近いので違う秘書さんも来てるけど、違う秘書さんって言ったってうちは全員で4人しかいないんですよ。大体平均10倍ぐらいいるんですよ、地元合わせると40人いたら4人ですよ、ね、それで党員第1位、うん、ありがとうございます。しかもその事務やってるメインが妊婦ですよ。いやもう本当に朝議員会館行くたびに椅子の上で生まれてるんじゃないかってハラハラするぐらいです。しかし、まあ、三浦真美公設第一秘書が2人目のお子さん産むっていうのも、まあ、彼女は本当の国士、まあ、ある人に言わせれば極右、ある人って僕ですけど、僕は中庸、マミは極右といつも言ってるんですけどね。いや本当の国士なんですよ。国士の女も男もありませんからね、年齢も何も関係ないですから。日本人であることは必要だけど、国士なんで彼女は本当に国のためにも子供を産むんですよ。だから選挙戦と重なるんで、僕は、まあ、はっきり子供を産む方が大事だからもうちょっと退け、ね、この時も絶対とは言ってないですよ。退いたらどうかと聞いたんですけど、全然揺らがないですよ。まあ信念揺らがないっていう点では青山チャル博士とよく似てますよ、ね、話がさすがにこれそれたんで元に戻すと、うねりというのは真面目な井出口太秘書がこうみんなの熱意ね、今日も熱意僕本当に感じますよ。僕だったら絶対来ないね。こんな梅雨前のいい日曜日ですよ、有楽町ですよ、楽しいとこいっぱいじゃないですか。なこと言ったら半分ぐらい出ていっちゃうかな。だから各地でそれを感じる。昨日は富山、僕らの国会ではなかったんですけど、これブログに昨日一旦書いて全部消したんです、ね、ちょっと誤解招くと思って。昨日富山行ってびっくりしたのはですね、僕らの国会じゃなくて僕らの国会でも前に富山行ったんですけど、昨日は県会議員、市会議員、町会議員、それから町、や村の町長さんや市長さんたちが多く集まっておられて、これ公開動画なんで全部言ってはいけないのかもしれないけど、まあ、地元でね
富山選挙区で今につながってるの分かります？野上幸太郎さんっていう僕ととっても仲のいい、本当に仲の、僕仲悪い人あんまりいないんですけど意外でしょうが、この人が富山選挙区から出るんですよ。でその野上さんを応援するための会だろうなと思って行ったらですね、野上さん励ますのはもちろんなんですが、なんとこの、富山選挙区のもう一人の参議院議員、道子茂さんっていうね、あの富山の寒ブリって知ってます？あの寒い時に取れる美味しいブリ、それも有名な産地の富山県の氷見っていうね、氷が見るって書いて氷見の市長さんやってて、とっても有名な名市長の道子茂さんっていう人が、なんと今回の参議院選挙で全国区、さっき言った通り全国って言えばいいのに比例区って言ってるから分かりにくいけど、要は全国区にたくさん候補者いらっしゃいますが、その中で誰を推したいかっていうね、アンケートを取ったそうです。この県議、市議、町議、村議っていうふうに、あるいは首長さんたちにね、これ自体普通やらないんですよ。だって農協系とか郵便局系とか、これ全部決まってんですよ。だから全国って言わないのかなと思うぐらいですよ。かっこよく言ったら職能別とか職域別、それはその役割も大事ですよ。大事だけど本来は日本全体のことを考えるのが全国区でしょ、ね、だから普通そんな自由なアンケートをやったりしないんですよ。でもさすが富山県氷見市を盛り上げた名市長だったと思うんですよ。これお世辞で言ってんじゃなくて、何で本人ここにいないんですから、ね、名市長としてアンケートを取ったらこれが一番だったそうです、うん、あのみんなの拍手、心からの拍手なんで僕嬉しいんですけど、昨日ブログに夜中書いてね、富山から遅くに帰って眠い目こすってブログに書いてからちょっと考えたのは、これこのままアップすると誤解されるなと。昨日公にはですよ、その会合で、しかも自公連立ですから自由民主党と公明党の候補者全員当選するように、全国区比例区の候補者が全員当選するようにって決議してるわけですから、そこで本当はアンケートで一番だったっていうのはブログに書くことじゃないと思って、全文を、まあ、2時間ぐらい夜中までかかって書いたんですけど全部消したんですよね。で改めてこの不公平にならないように誤解生まないように書き直そうと思って、今ラテン語で書いてるところですよ。なんで誰も分かれへんわ、僕もラテン語は全然分かりません。まあ、話を元に戻すと、さっきのうねりのことは井出口秘書がこう皆さんの目の輝きを見て、言ってくれたんだと思うんですよ。ただ僕自身はこの自分が話すだけじゃなくて、当たり前のことですけど、その地域地域の様子、あるいはやってくる皆さん、そして応援してくれる県議はびっくりするぐらい多いんですよ。富山だけじゃないんです。いつの間にと思うぐらいこの6年間にそういう人が増えました。でもそういう人からも感じるのがですね、日本が77年間のいわば古い日本、国民を守るという一番大事なことを他人任せにしてきたために日本に淀んでる部分、それがずっと今も覆ってるなというのを感じるので、自分のために回ってるわけじゃないし、選挙運動で回ってるんでもないから、僕としては一つの目的はこの僕らの国会達しつつあるなと思ったんですよ。全国から出てるんですよ、正式名称でなくても。僕は全国って呼びたいですよ。そしたら回らなきゃ、本当は平日も回りたいぐらいですよ。でも国会の公務は絶対優先なんで、休む人も実はいるんですよ。特にこうやって選挙近くなると国会に来ない人います。僕の振り見てはっきり言うと直してほしいと思ってるから、自分はどんなことあっても公務絶対優先です。だから平日全然地方に行けないですよね。僕らの国会を開いてきた意味、総集編に至るまでの今までの僕たちなりの井出口秘書や、あるいは三浦真美、あるいは入間川佳純と学生インターン2人、あとでね、皆さん質問タイムに入ったらこの学生インターン2人がマイク持って回ってくれるそうです。今ここにいるのかな？
はい、そうですが、ここにいる？いない？うん、後から出てくるのかな。1人は早稲田大学の1年生で、1人が、お茶の水女子大学の2年生です、ね。彼ら見てると僕は正直ね、気持ち潤うんですよ。日本の未来大丈夫だなと。2人ともすっごいいいんですよね、うん。まあ、2人とも僕の事務所で僕の日常生活見てガーンとショックを受けてるの分かります。国会議員ってこんなにしんどいのかと、ね。それから新しく施設秘書、初めての施設秘書で来てくれた神戸新平さんはなんと今まで病院で働いてたんです、ね、患者さん見てた。それが急に僕の秘書になって、まあ、僕は朝出てくるときに、今議員車運転してくれるんで朝歩いて出てくるとき見てますよね。そう、今のこういう感じと全然違うわけですよ。もうこんなこんなね、そういうのを見て、まあ、彼もショック受けて、そして議員会館に、普段いたら他の事務所とどんな違うかというのも、まあ、分かってくれてる。でもそれがこう、本当は井手口市長が言ってくれた通り、僕の選挙へのうねりじゃなくて、やっぱり自由民主党を中が変えるためのうねりにもっともっとならなきゃいけない。1期6年は僕にとって大事な納期でした。実は思った以上のことをできた面もある。今日6月12日は実は日本の尊厳と国益を守る会の創立記念日です。今日僕らの国会総集編と重なったのは単なる偶然です。意図したわけじゃない。でも最初は3人で、まあ、産声を上げたんです。当時はまだ守る会っていう名称も、これ僕がつけましたが、当時ついてなくて、青山茂春を囲む焼き鳥会議っていうのを、もちろん僕は作るわけないです。残りの2人が作ってくれた。そこから発展して今日で満3年ですが、3年の間に3人が74人になったんですよね。そのことを思えば、僕らの国会だけじゃなくて自由民主党の中に今までと違うさざ波、ちょっと謙遜しすぎかな、茂木幹長が気になさるぐらいの、党員数第1位を発表なさらないぐらいの、これ公開動画なんて言ってるんですよ。さっき絶対って言わないって言ったけど、それは人に対して言わないんであって、自分に対しては絶対のルールがいくつもあって、絶対陰口は言わない。人がどれほど僕に陰口言おうと、知ったことじゃないですよそんなの、はい。宇宙がいつまで続くと思ってんですか。そんなしょうもないことしてる暇あれへんねんや。こういう関西言葉は堺に行ってから言ってくださいとね。そんなことしてる暇はないんですよ。でも、まあ、守る会考えても6年間でこんな大きな新しい議員集団が、74人の現職議員がある議員集団ができるとは夢にも思ってなかったです。それから経済産業省があれほど自前資源なんてやるって言ったら、あなた方は国賊だって言われたんですよ。当時の経産省の天然ガス課長から、ね。それが今や日本の自前資源、あと5年後の2027年度までに商用化しますというようになった。これも日本の官僚機構、僕は敬意を込めて行政官と言ってますが、ね、日本の官僚機構の実態考えたら、6年間でこんなに変わるっていうのは信じがたいです。しかもエネルギーが一番時間かかるんです。アメリカのシェールガス、シェールオイルで言ったら、最初から数えたら100年超えてます、ね。本気でやるようになってからも40年超えてるんですよ。でも日本のメタンハイドレートっていうのは、2004年の12月に青山千春博士が、実は海の底からプカプカ浮かんできてて、ほっといたらそれがメタンが大気に出るから地球温暖化にむしろ悪くて、ね、これを途中で止めて使うべきだと論文出したのが、アメリカの国際学会で発表したのが2004年の12月です。
したがってまだ18年も経ってないんですよ。17年半。それで経済産業省があと5年後に商用化っていうのは、世界のどのエネルギー見てもこんなに早い歴史はないです。まあ、皆さんからはいつになったらできるんだということを中傷してるネットもあるから、それに引きずられたコメントを山のようにいただきますよ。でも本当は早すぎます。これはむしろ納期を超えて早すぎる。逆に言うと、もしも僕がこの7月で任期満了ですが、1期目は、ね、そこで辞めたらこれ全部元に戻りますよ。もうその気配を感じてたんです。1期6年で辞めるんですよねっていうことを官僚機構からも少しこう聞こえてきて、ああ待ってらっしゃるのねとね。だから僕はまあ一旦自分が6年前に言ったことを自ら覆すんですから、当然中傷誹謗の種にもなる、ね、でもそれを承知でもう一度やりますと。で最終的には自由民主党本部から聞かれた時に、まあこの時も言い方は申し訳ないですけど、やむを得ませんやりますと言ったら、ザーッと官僚機構の話が広がっていって、一部の既得権益型の人たちからはふわーというね、しかも彼らが気がついてないのは、はあまだやんのかよ、僕にバレると思ってない。どっからバレてんですか。横で聞いてる部下、あるいは報告書を受け取る上司から直接来てるんですよ。6年間やってきたことの大きな一つは、自由民主党の議員を変えること、申し訳ございません。守る会に大臣経験者が11人いるんですよ。その会の代表が当選1回、ね、ありえないことですよ。それ自体が、まあ、入ってる大臣経験者 自身がこんな人生になると思わなかったとおっしゃった人もいる。それと実は国会議員は曲がりなりにも選挙の洗礼を受ける、ね、主権者の信任がないと続けられない。でも官僚機構は一切ないわけですから、だから国会議員の仕事は本当は、勘違いしてる議員実は結構いて、議員会館に呼ぶと官僚は一応来るんですよ。共産党でもどこでも主権者から負託受けた議員であれば呼べば来ますよ。そうすると日頃の鬱憤晴らしする人も結構いるわけですよ、ね、怒鳴られても官僚は決して言い返せないですよ。その代わり徹底的にその議員の排除にかかります。選挙で選ばれない人も大事なんですよ。なんでかというと、今から77年前の沖縄戦の一番ひどい時期に我が身を呈して沖縄県民を守った一人が当時の島田知事です。当時は都道府県知事っていうのは選挙で選ばれないんですよ。これはアメリカとイギリスが持ち込んだ制度に過ぎないんですよ。日本の知事は本来官選知事なんです。官選、官が選ぶ、政府が選ぶ知事、いいとは限らない。島田知事の場合は、前の知事は逃げたんですから。沖縄戦がひどくなるって情報を接して逃げた人もいるんですよ。でも島田知事は最後の最後まで県民に尽くされて、ご遺体も見つかっていません、ね、軍人だけじゃない、あるいは白雨の少女のような少年少女だけでもない、感染知事にこういう人がいらっしゃった。本当はですね、僕は話がこうあちこちにわざと飛ばしますけど、つなげてくださいね。これ今の制度は西洋型なんですよ。王様がめちゃくちゃをする西洋の話なんですよ。王様が私心を捨てるとか、民衆の家に夕方時に煙上がってないから税金を取るのやめるなんて王様いないんですよ。その世界でまずイギリスが何もかも選挙だというのを始めて、アメリカはイギリスに教わって何もかも選挙にしてるんですよ。さっきの板橋区で言っても、もうどっからも全部選挙でしょ。そうするとなんと国中の議員政治家は次の選挙のことを考えてるんですよ、ね、だから公示前に選挙運動なんかやっちゃダメだって。当たり前だろそんなものは。
と言わずにですね、私がやらないんですよ。で、6年前議員になった時は、まあ、ちょっと驚いたのは、住民の部会に出たら明らかに民間の専門家として、いわばちゃんと敬意を持って話聞いてくれる。最初から僕は徹底批判してましたから、ね、部会に出てもここにいる議員は誰一人エネルギーが分かってないと、ね、日本の地盤資源になんとか関心持ったのは新藤さんという、ね、栗林養豚の栗林中将のお孫さん一人だったんですよ。船にタダで乗せようとしたら、名前言わないけど今回立候補してる人の中にもそれまでは積極的だったのに忙しいって言って乗らなかった人ばっかり。新藤さんはあの時衆議院の決算委員長だったのに新潟まで、港がある新潟までやってくれましたよ。でも逆に言うと一人ですよ、ね、だからそれを議員になったもうその最初から徹底批判したんですよ。そしたら民間専門家の現場の声だとしてちゃんと聞いてくれるんで、案外ええ人やんと、ね、今ちょっと笑う場面ですよ、はい、まああえて言うとこれはやり方によっては僕はその時すでに考えましたが、派閥を超えた議員集団を作ることもできるかもしれないと思いました、ね、はい、ありがとうございます。でもそれを含めて言うとですね、普段から選挙のことばっかり考えてる人が多いけど、こうやって参議院選挙が迫るとそれがむき出しになるんですよ。参議院議員だけじゃないんですよ、ね、衆議院議員の人は今参議院の人を応援しとかないと、おそらくあと2年以内にまた総選挙ですよ。去年の10月ありましたが、岸田総理は2024年が次の総裁選挙なんで、その前に解散総選挙打ってくると思います。岸田さんが続いていればですよ。だから次の選挙まで、まあ長くて2年ぐらいしかないと衆議院議員みんな思ってるから、今参議院議員を応援して自分の選挙の時に応援してほしい。そうでしょ。そうやってくる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 本当は地方議員も含めて話が回ってるわけですよ。そしたらいつ国民のことを考えるんですか、ね、そのことを思えば僕は何もかも選挙選ぶ制度自体も変えなきゃいけないと思ってて、これ全部合わせると簡単に言うと革命ですよね。で、革命って言葉は普段使わないんですよ。あれ中国語で、しかも命が改まるっていうふうにまあ漢文としては読むんですけど、きれいごと言ってるんですよ。中国を嫌ってるんじゃなくて、だいたい話がいつも大げさでしょ。ただの鶏が鳳凰になってるでしょ。ただの蛇が竜になってるでしょ、ね、白髪三千丈って詩知ってるでしょ。立派なご老人がいて、ね、白ひげが三千丈伸びたってな、アホなって、ね、だからそういう国なんですよ。だから革命も綺麗に言ってるけど、本当は私利私欲の皇帝が、前の皇帝よりもっとお目かけさんが欲しい、もっとうまいもの食いたい、もっといいところに住みたいと思って前の皇帝を殺すだけ、これが革命ですよ。だからエネルギー革命とかそういう言葉も使ってほしくないっていうのは安倍総理にも何度も言いまして、安倍さんは理解不能って顔されてました、ね、でも本来の日本語に置き換えるんだったら、まさしく国の考え方が改まる、命を改めるってことで言ったら、僕の言ってる話は全部実は革命政権でないとできない、左翼でいう革命じゃなくて、私心を捨てて、しかも左翼はいう一部の階級のための革命じゃなくて、すべての人々、日本国民であれば考え方がどうでも同じ同胞腹からであるという考え方に立つ本物の祭りごとを取り戻さないといけない。そのためには6年やってみて一番よく分かったのは、6年では無理だということでした。で、僕は自分の年齢考えても、やっぱり1期6年で次の人に渡したいって気持ちは正直ありました。まあ、人間ドックで体内年齢32で、実はマミより若くなってしまったんです。
この間本人にも言ったんですけど。で、今死ぬほど忙しいですよね。朝出るとき議員車に乗るまでの、まあ数メートルの間は新しい新兵秘書、医療に携わってきた彼がびっくりするぐらい。でも国会に出てくる前、議員車に乗った段階でスイッチがグワチャーンと入るんですよ。グワチャーンと入ったら体内年齢が32歳っていうのはけしからんね。どう見ても18じゃね。まあ僕はよくご自愛くださいとおっしゃっていただきます、ね、全然ご自愛したことないです。皆さん信じがたいでしょうが、食事もめちゃくちゃ、睡眠はもっとひどい、ね、支えているのは、まあ、強い筋力でしたが、この1年半筋力トレーニングほぼゼロで、今も自宅の玄関に死ぬほど重いバーベルが置いてあってですね、本来はそれ上げないと中に入れないんですが、実は今は玄関入った瞬間ほとんど一旦倒れてるんで、バーベルもそのまま上げられないです。この間ね、久しぶりにこう上げようとしてみて、重っ、こんなん誰が上げてんねんと思ったんですよ。でもこれ復活しますからね。いつから？今夜からです。はい、これはみんなへの約束です。ちょっと個人的な話になってて申し訳ないけど、これから公示になったらですね、僕も選挙をやります。定められた17日間、今後17日間の全ての選挙の中で一番長い。なんででしょうね。参議院は年配の方も多いのに17日間の暑い、しかも夏の選挙になるわけですよ、ね、それに耐える体力、今から作るんですよ。今日何日ですか？まだ6月の12日ですよ。そうですよね。まだ公示まで10日間もあるじゃないですか。はい、そこで玄関のバーベルをもう一回上げることから始まって、最近会場によっては飛び降りてるんですよ、ね、飛び降りて下半身耐えられるかって試すために。でも今日は禁じられていますので、もう多分ね、読売ホールの人はもうハラハラで、これじゃもうすぐ飛び降るんじゃなくて落ちるんじゃないかと。本当はみんなのとこ入りたい。でも今申し上げた話を全部合わせると6年間ではやっぱり足りなかったし、こういうやり方で選挙に生き残る人もまだいないと思います、正直。だからみんなが見てると思う。献金受け取らない、パーティー券売らない、特定の団体の支持受けない、後援会作らない、後援会長置かない、どこの派閥にも属さない、従って全員が、僕以外の人が全員が無派閥と言ってる人でも、菅前総理のいわゆる菅グループも含めて派閥やグループの支援を受けてます。私は一切受けない。このやり方で今の6年のように新しい議員集団が生まれ、経産省が態度が変わり、外務省は70周年間敗戦国外交をやってきて、敗戦国外交にとどまらず、韓国と日本は戦争したことはない、ね、近代においては。豊臣秀吉の時代とかは別にすると、要は第二次世界大戦をめぐっては日本と韓国は同じ国だったんですから、戦争したくてもできません。それなのに韓国が戦勝国のふりをして、公開動画ですよ、はい、もう一回言いましょうね。韓国は戦勝国だと偽証して、例えば戦勝国だから貿易の管理される言われはないと、竹島を不法に奪ってるだけじゃなくて、竹島の島だけじゃなくて水産資源も奪ってるだけじゃなくて、慰安婦に関して嘘を言うだけじゃなくて、朝日新聞と連携をして嘘を言うだけじゃなくて、貿易の
ちなみにね、朝日新聞ってキーワードが1個出たんで、僕朝日新聞にも友達多いです、ね、皆さんが嫌いな人は友達多いんですよ。森優子さんとか蓮舫さんとか福山哲郎さんとか、この中に今回の候補者もいるから公示になったら言えないけど、別に僕がニコニコしてるわけじゃないですよ。なぜか寄ってこられます。まあ本当に皆さんが嫌いな人含めて、別に僕は仲良く しようと思って、これは本当の話、別に努力してませんけど、まあよくいろんな話できるのは事実ですよ、ね、韓国が戦勝国だと偽証し、そして韓国の特に軍部で僕と仲のいい人はいます、はい、ずっと激しく議論してますけど、もう長いこと仲はいいです。平成期って小説にはそれが出てきます、ね、話を戻すと、韓国は戦勝国じゃないのに戦勝国だと偽証して防衛機管理するなと、韓国に対して敗戦国の日本には韓国と日本の間の貿易を管理する権限がないと言ってきたんですよ。それを日本国の外務省が何ていう制度を作ったか、ホワイト国。これやっぱり、まあ東大生教えてますけど、受験勉強だけでは本物の知恵は身につかないな、本当にこれを言いたいんですよ。東大生にずっと言ってるのもそれです。受験勉強では最善の勝者だからこそ模範解答があるって思い込みで凝り固まってるわけですよ。敗戦後の77年でいうと、韓国の偽証を認める方が模範解答になってるわけですよ。だからホワイト国って日本語じゃない、日本語ホワイト国って国語の試験に出たらペケでしょ。これ何のことですか、ね、どうせ言うなら真っ白国って言った方がマシですよね。今ちょっとねそういうお声もありましたけど、多少外務省の密かな抵抗もあるのかなと僕は思ったんですよ、この奇妙な言葉。そしたらこの言葉を作ったのは外務省は認めただけで、本当は経済産業省が作ったわけですよ、元の通産省が、ね、だから韓国が日本の P1 という世界最強の対戦哨戒機、それが怖いから韓国の軍艦からレーダー照射ってやった、未解決のままですよね、撃ち落とすぞみたいな構えをした、撃ち落とせるわけがないですけど、そういう構えをした、ね、そういう時に自由民主党の部会で普段黙ってるような議員も、絶交、つまり外交関係断絶断交しろとか、あるいは大使を召喚しろとか、そういう強硬論を突然言う人が増えるんですよ、その場だけ。今断交って言って拍手なさろうとした方がいらっしゃっても気持ちよくわかりますよ。しかしそれやると国際社会で間違いなく日本だけが非難されます。それ待ってるんですから。僕は野党の人とも仲良くしてますけど、野党が何を待ってるかもだから非常によくわかりますよ。鈴木宗男さんからも伝わってきますよ。これは国会議員やる以上は絶対に持ってないといけない機能ですよ。自由民主党の中のことだけ、あるいは派閥の中のことだけ分かってるんだったら、そんな人をわざわざ国費で養う理由がないですよ。転々として、つまりあっさりとして寛大でいて、人間の基本ですよ。絶対に何々しろなんて言わない、それは自分に言うんですよ。でも普段は寛容でいて、ほとんど全てに気がつく、そうでないといけないです。だから今の国会議員多すぎます。そんなにいっぱいいるわけないって、ね、はい、だから話を元に戻すと、通産省というのはこの間経産官僚、洋上風力をやってる責任者に言ったんですが、誇りを取り戻せって言ったんですよ、議員会館の部屋で、ね、政府がカーボンニュートラル、菅政権中心にそれ言って、とにかくカーボンニュートラルって言ったら何でも OK で、だから明らかにチャイナに日本の海を盗まれると分かっていて洋上風力をやろうとしてる。私はあなたの前に立ちはだかりますよって言ったんですよ、うん、洋上風力って遠浅の海でタワー200メートルですよ。日本はしかも遠浅の海がとっても少ないんですよ。
そこにあの巨大タワー作って、しかもこれ話がそれてんじゃなくて、全部を頭の中で一食たのね、美味しい鍋焼きうどんにしてくださいね。うどんはどこにあんねんって、それは後で考えましょう。とりあえず今鍋焼きうどんの具になるような話をしてるんですが、これこの間って今日日曜日でしょ、だから金曜日ですよ。この間の一昨日の金曜日に洋上風力やってる責任者に来てもらって、さっき言った通り来てくれますから、怒鳴るんじゃなくてちゃんと話をする。経済産業省海知らないでしょと、ね、はばかりながら私たちは研究調査船乗って何十年、しかも自費で海に出てきたんですと。海の潮流の怖さ、風の怖さ、そしてかつては台風の通り道がある程度はっきりしてたけど、今台風どこ通るかわからないでしょ。じゃあ台風に耐える200メートルを超えるタワー建てるんですかね。こう言われるんで、浮体構造といってぷかぷか浮かんでるとね、いうのを作る。でも船じゃないから、つまり動力がないんで、船は、まあ、知れたこの事故の原因まだわからないけど、船はエンジン止まったらあっという間に転覆します。海の力はこう、皆さんね、僕は子どもたちや東大生に至るまで話してるのは、身近なところにヒントがあるよって。今僕の手見てください、ね、こんなに自由に動くでしょ。これ水入ったらどうですか。重いですよね。重いから泳げるんですよね。ということは水の中は密度が高いんですよ。そこで海の中で風が吹くと、この今の風と違ってものすごい勢いなんですよ。これは研究調査船のような小舟に乗って、しかも1週間なら1週間ずっと海にいるような経験しないとやっぱ分かんないですよ。ということは、通り道が今どっか分かんなくなった台風がやってきた時にどんどん倒れますよ。浮体構造もワイヤーちぎられて、これどこ行ったか分かんないですよ。地上の風力発電ですら環境破壊してて、日本の野山を破壊し、しかも登山者だけ、あるいは林業の方が登ってた細い道を何十倍にも広げて、大きなタワーの深部を運んだんですよ、みんなが見えないところで。その道今どうなってるんですか。ただハゲ山になってるんですよ。そして独立総合研究所の社長の時に、この再生可能エネルギーが本当は何を引き起こしてるのか全国に見に行ったら、まさしく沖縄県で台風で風力発電のタワーが倒れてる現場に行ったんですよ、ね、あの巨大なものが倒れて、沖縄県の人がこれどうしたらいいんですかと僕に聞くんですよ、県庁の人が。だからこれは輪切りにするしかないですと。あんな大きなものをそのまま廃棄できるわけがないじゃないですか。だから輪切りにして少しずつ運び出すしかありませんと。そしたら県庁の人がそれを琉球大学の方とも研究をした結果、調整をした結果、やっぱ輪切りにすると。その時に言われた言葉、これ非公式の言葉ですけど、忘れられないのは、もう二度とやりませんって言われたんですよ。だから地上でできないから今度海に持っていこうとしてるんですよ。しかし海は海上自衛隊が命がけで情報を守ってきたところですよ。今洋上風力発電のタワーでも浮体式でもほとんどチャイナです。メイリンチャイナね。それもヨーロッパでもそうです。一見日本企業やヨーロッパの欧米の企業のように見えて、実態の下は資本やあるいは子会社はほとんど中国なんですよ。だから中国は漏接して日本の海の地形や潮流や風向きは全部分かっちゃう。しかもですよ、皆さん鳥取砂丘に、まあ、僕の話は本当かどうか確かめてもらいたい現場いくつもあって、鳥取砂丘にこの感染症もだんだん収束していきますから、鳥取砂丘行ってお土産物買ってあげてください。そしたら防風林立ってるでしょ、ね、防風林鳥取砂丘だけじゃないけど立ってるでしょ。何のためですか。海からの風強すぎる場所ではあえて止めてるんですよね。じゃあ日本の海を全部風車で風止めたらどうなるんですか。風が来ないですよ。台風の話と逆で、農地は雨だけ降ればいいんじゃなくて適切な風も必要なんですよ。それが来なくなる。洋上風力発電のもたらす問題は本当に原子力の問題よりはるかに大きいです。
福島原子力災害の原因は原子力じゃなくて塀が引っかかったんです。話をすり替えっていうか勘違いしちゃダメなんですよ。塀が引っかかって起きた事故だから、福島の少し上の東北電力女川原発は塀が少し高くなっただけで何の事故も起きなくて、実際僕は事故の直後に、福島の事故の直後に女川に行ったら、校内の体育館でね、いろんな人が暮らしておられて、僕が行った時にはいらっしゃらなかったけれども、町内で一番強硬な原発反対派の方が、原発が一番安全だと分かったって言って住んでおられたんですよ、体育館に。その東北電力女川原発がなぜ11年間稼働しないんですか。これもね、さっき頭悪いって言い方絶対しちゃいけないけど、これもやっぱそう言いたくなるよね。何考えてんのかね。それで自由民主党中心の内閣で、別に菅さんがどうこうって個人名じゃなくて、カーボンニュートラルって言って、原発を動かさない足りない電気を風力発電でやる。どうしてこんな発想になると思いますか。皆さん、私の話が実は全くそれてない。この読売ホールのこの綺麗なこの円形のね、このちょっと古いけど、ちょっと感じも古いけど、この綺麗でつながってる感じと同じことで、要は選挙しか考えてないからですよ、うん。安倍さんがなぜ7年8ヶ月も長期政権続けられたか、ね、最初1年で終わったあの政権は本当は成果がものすごく大きくて、例えば海洋基本法って作ったんですよ。これは胃潰瘍になったらどうしようかって法律なんですよ。違いますよ、はい、こういう危ない冗談言わないように。胃潰瘍で苦しんでる人は多いのでね。でも本当は海洋基本法、海の基本法っていうのは、当時民間人として安倍さんにすごいですねって言ったんですよ。あの法律読んでいただくと、海の資源は子孫のために実用化する義務があるって書いてあるんですよ。そういう趣旨が。日本の法律ってなるべく主権者の皆さんに分かんないように書いてあるんですよ、ね、この間海外の同胞の選挙人登録をやりやすくするっていうのを実現しましたってブログに書きましたよね。そこでいくらか書きましたが、最初外務省が持ってきた文書って、文書のプロの僕が、しかも行政とか法律とかもよく知ってる僕が、何度読んでも何言ってるか分かんないんですよ、ね、で外務省が数人来ましたよ。そのうちのメモ取り役の人に、ね、ここにいる課長とかは分からないって言えないから、その隅の方でメモ取ってる若手の官僚に、あなた分かりますかって聞いたら、ちっちゃい声で分かりませんって言われたんですよ。それでもうこれ死ぬもの言っててもしょうがないんで、もう参議院選挙間に合わなくなっちゃうから、投票ってのはどんなに尊い行為かっていうことですよ。ロシアにならない、チャイナにならない、北朝鮮にならないするためには投票しかないんですよ。だからそのためにもうその場で書かずに口でこういう文章って最初から全部口頭で言って、そのまま文書にしたんですよ。そしたら上の方で、これは役所の言葉じゃないってちょっといじられたけど、やっとまあ何言ってるか分かるようになったんですよ、ね、だからこれ話されてなくて、法律読んでもなかなか分かんないんですよ。これも僕は変えなきゃいけないと思ってるんですよ、うん、したがって1期6年が納期じゃなくて、なんと、ね、皆さん何て言うと思いますか。10期60年と思ってるでしょ。違います。100期600年です、はい、ちなみに僕がジムに一生懸命行ってムキムキになった時に、青山千春博士、科学者が何て言ったかというと、無駄だよなぜか、まもなく人間は臓器入れ替えになると、ね、脳は一番最後だろうけど、最終的には脳だけ取り出して培養すれば人間死ななくなります、ね、みんな脳で再構成してますから、世界を。でもその前に腕とかですね、腹とかもどんどんこの人工になるんで、私はジムに行かないって言うんですよ、ね、
でも無理やり車に乗せて、プールでは泳いでもらうにしてるんですよ、ね、なかなかこれは余談ですけど迫力ありますよ。どう見てもクジラに見える、うん、僕はむちゃくちゃ仲いいです。仲いいですがもう本当に母性愛の塊だなと思って、子育てのことよく聞かれますけど、要は青山千春博士の子育ては親クジラが子クジラ連れてるのとそっくりでした、ね、だから泳ぎもザバーというね。しかも今の東京海洋大学、かつての東京水産大学に入るまでは金槌だった、はい、当時の水産大、今の海洋大は学生たちを遠泳に出して、ね、長い距離泳げないと卒業できなかったんですよ。これあの海洋大の関係者がいないところで言って申し訳ないけど、これは軟弱になってて今それ必須じゃないんですよ、ね、こういうところからもこれどうしてか受験生を集めるためですよね。海洋大に行くと遠泳に耐えて、ね、遠泳ってまあ僕は競技型なんですぐこう早く泳ごうとする動作するけど、こうやってですよ、頭つけないで首出したまま遠くまで波があっても追い切らなきゃいけないです、ね、青山チャラカさんそれで鍛えたはずなのにプールに入るとザボーというねクジラになってますが、話を元に戻すと、学校は受験者を集めようとする、国会議員は自分のために票を集めようとする、ね、だから安倍内閣が最初の1年で潰れたのはそれを比較的しなかったからです。海洋基本法で海の資源を子孫のために実用化するのは義務であると、しかも海の秩序を守るのも義務であると、それ実行してたら今の尖閣諸島問題があるわけがないじゃないですか、ね、この間憲法改正推進本部が実現本部って名前変えて、僕はこういうのもはっきり言って賛成しない。そんな言葉遊びしてどうするんですか。今度ばっかりは本気で憲法改正実現本部、じゃあ今までの推進本部は何なんですか。これ本当に子どもたち少年少女に教育するのが学校の先生だけと思ってるの、それ自体が国会議員の思い上がりじゃないですか。直接選ばれてるんですよ日本の国会議員は。じゃあ自分の生き方で示さないとダメですよ、ね、だからはっきり言うとこの間まで推進本部だったんけどやる気になったから実現本部。これもまたね言っちゃいけない言葉が頭に浮かんできちゃうんですよ。これで少なくとも頭いいって言えますか。正常な神経って言える。絶対選ばれる側より選ぶ側の方が正常ですよね。その感覚でも大事にしましょうね。だから僕は民間の専門家時代と目線が変わんないって言ってんですよ。今もこうなんですよ。だから飛び降りたいの、はい、今日は飛び降りちゃいけないから飛び降りませんよ。約束は絶対絶対って言ったな。約束はまあだから自分に対してはいつも言ってます、はい、ご自愛くださいって言われても私は絶対自分の体のことは考えないです。やがて天が戻ってこいと言われるまではこのまま行くんです。その代わりでも鍛えなきゃいけないから皆さんと約束したんで、今夜かな、どっちか知らないけど帰ったら気が重くなるけど、また重たいですよ玄関のバーベルが、ね、え、そんなこと知りたい、うん、バーベルですよ。あ、バーベル、あ、ダンベルです。バーベルは本来100キロ上げてますけど、そんな100キロのもの玄関に置けません。だからダンベル25キロです、はい、25キロを、まあ、カールって言ってこう上げてこう上げるのと、それから両手を伸ばしてスクワットするんです。スクワット、スクワット、ね、はい、なんでこんなことまで言うてんねん、はい、25キロ、前は30キロのダンベルを可変式で置いてたんですけど、そうすると意志弱いですから気は強いんですよ。意志弱いんでちょっとこう減らそうかなとあるから、もう変えられないやつにして、その代わり体調悪くても上げられるように、まあ、25キロです、ね、それを、まあ、こういうね
なんで聞くんやそれ。回数はその体調によって変わります。変わりますが、回数だけ増やせばいいんじゃなくて、下ろすときゆっくり下ろすこと、こうやったら簡単なんですよね。こうやるのはゆっくり下ろします。もうこの話はいはい、まあ個人的興味がいろいろあるの分かりますが、話を元に戻していくと、僕は全体に何をやろうとしてるのか少し伝わるんじゃないかと思います。その上でね、もう5分ぐらい経ちましたが、2時18分、何時に始めたんですか。1時に始めた。はい、あの質問もなるべくお受けしたいので、まあ、だんだん話を終わりにしていかなきゃいけないけど、一つ話しながらずっと気をつけてることがあってですね、それ何かというと、この会場ってね、月に1回独立講演会やってて、1回は関西なんで、まあ、ペースとしては2月に1回ここで独立講演会っていうのをやってるんですよ。参加したことある人ほとんどじゃねえ。じゃあ、あのそんな知らないっていうか、参加してない人、ああちゃんといらっしゃいますよね。それで独立講演会と今日が何違うかというと、独立講演会っていうのは秘密の話をするんです。それでこれは5000円なんです。で、5000円に意味がもちろんあると思いますが、少なくとも僕には何も入りません。独立講演会は僕はかつて社長をしてた独立総合研究所の主催でやってて、この5000円の意味はこれ条件付きですよって意味です。この金銭の支払いと同時に秘密を守る、ネットに上げない、オフレコの話ですがメモするのは構いません、ね、だから信頼できる人と議論する材料に使ってもらうのは構いません。しかしネットにアップしたり、不特定多数がいる飲み屋さんで話すようなことはやめてくださいっていうのは独立講演会で、これが信じられないぐらいやばい話してるわけです。なぜ党員数1位が発表されなかったのか、なぜその後一応記者クラブに名前だけ張り出しになったのか、独立講演会でしか言えないです、ね、ところが会場同じでしょ。だからもうさっき舞台の袖で井出口秘書の名司会を聞きながらですよ、もうすでに気分は独立講演会なんです。あの危機管理が僕の仕事の大きな一つなんですが、昔から言ってるんですけど、自分の危機管理しないんですよ。僕そこで拍手はよく分かんないけど、僕の仕事は皆さんの危機を管理することなんで、僕自身は全くオープンな性格で、まずうちの秘書さんは議員になってからもそうだし、今も社長秘書の時も僕のクレジットカードの暗証番号とか全部知ってるわけですよ。だから悪い人が秘書だったら当然犯罪誘発するわけです、まあ、こういう性格なんですよ。秘密作れない。だから会場が同じだとですね、このさっきからどうもこう秘密のところに踏み込もうとしてるのがあって、なんとか今我慢してるんですよ。でも一個ね、むちゃくちゃ印象的なのは、5000円払ってもらう時の方が人が多い。ちょっと後ろ見てください。後ろほら、2階席なんて半分あるかなぐらいでしょ。独立講演会ってこの3年間は感染症対策で上限を決めてきましたが、本来は抽選なんです。だいたいどこの会場も1000人で満員になるんですけど、それをはるかに超えて応募が来て、5000円払うって応募が来るんですよ。それを抽選でお断りしてるんですよね。で、今日はただなのにこれだけ数が減るんですよ。これどういう意味なんでしょうね。やっぱり5000円って怠慢でしょ。僕なら絶対払わないです。大体あのこれ言っていいかどうか分かんないけど、僕はこれだけ長く人間生きてきて人の講演聞いたことはないんですよ。一度もないですね。で、5000円もあるんだったらここじゃなくて当然隣の映画館行って映画見ますよね。だから5000円払うってことは、やっぱりこれは今の青山千春社長も考えてる通り、やっぱそれなりのこう覚悟と期待を生むっていうのはそうかもしれないと。でも同時にですね、選挙運動は22日予定の公示からしかしませんが、さっきのうねりの話にもう一度戻ると、
僕を押し出すためのうねりは感じないです。で、昨日富山で話ずっとつながっていったの分かっていただけますか。その昨日の富山で首長さんとか県議市議町議の前で話した後にちょっと懇親したいって言われて、そしてその部屋入ったら17人の県議市議町議がいらっしゃって、その時にいわば内緒の話をしてくれて、実は事前にアンケートがあって全国比例の中で青山さんを呼ぼうということになったんですよ。すっごい民主的で僕はびっくりですと言ったんですが、その時に本当の状況どうですかと聞かれたんで、僕はありのままに言いました。基礎票はゼロです。はい、本当にゼロです。こういう選挙の基礎票っていうのは団体票なんです。だから一切ないです。で、僕が最低限これぐらいって考えてるのは人気のないテーマの動画のアクセスです。人気がないテーマでも分かっててもやるべきものはやります。それがだいたい5万ぐらいで、アンチの人もいますから、これでもまだ甘いですけど、だからだいたい基礎は僕の場合5万ぐらいかなと思うんですが、これ、動画でも言ったと思うんですが、 NHK と朝日がしきりに聞きに来るんですよね。彼らは記者時代の僕の実績も調べてて、僕は選挙の予想がずっと当たりました。18年9ヶ月記者やって選挙ほとんど当てました。僕にはノウハウがあるんです。だから本当に嫌がらせなくてですね、いくら朝日新聞でも、ね、ちなみにさっき言いかけたけど、朝日新聞は簡単に言うと一番戦争を押し出したんです。戦争に負ける前は一番戦争を押し出したんです。なぜだと思いますか。朝日新聞は実はもともと右だった。違います。世間の風潮に合わせただけです、ね、で、戦争に負けたら今度はこの全ての戦争は悪で日本は戦っちゃいけないっていうのが多数派になったから、そっちに合わせたんです。だから朝日新聞は何か、例えば僕はニューヨークタイムズも信頼してないけど、ニューヨークタイムズのようなゴリゴリの信念があるかってないんですよ、ね、だから朝日新聞の記者が僕に選挙次第来るからといって青山を落とそうというような、いわば赤旗のような強固な信念があるわけじゃないんです。6年前に選挙カーつけようとしたらつけられない、動員された人たちがいて危なくてそこに車つけられないということが起きました。今回起きるかどうかは知りません、ね、大阪ではそういう左翼政党以外のところからもやられましたよ。そんなも気にしなきゃいいんですよ。皆さん大変でしたよ。今回もそうなると思うんですが、インターネットで場所言えないんですよ。行ったらそこに動員かけられてお手当ても出るような人たちがいっぱいいて車つけられないんで、選挙カーをいくら声がでかくても100キロ先まで聞こえるわけじゃないから、だから今回も漠然としたことしか言えないかなと。それからさらにいろんなことあると思います、ね、だから来るときは必ずタオルで覆面をしてヘルメットかぶって角材持ってきてください。嘘ですよ、はい、これ問題発言じゃなくて今の冗談です。大丈夫です、私が守るから大丈夫です。はい、で、今のも余談というわけじゃないんですけど、話を元に戻すと、富山で本当の実用って聞かれたときに基礎票はゼロですと。だから今みたいに県議市議町議村議の方々それぞれいろんなしがらみがあるだろうに、まあ応援しても利益が出ない僕のことを応援するために17人も集まってくださった。後でブログに写真をアップします、その方々の。それは僕は感激しました。しかし依然としてもう一回言いますが、一番最初の話に戻って、うねりが起きているという状況では全然ないと思う。そんなに甘くないですよ。さっき言った通り、正しい日本語に置き換えたとして革命政権、それを作ろうとしてるんですから。だからそうなる前にこれを潰せばいいわけですよ。それは僕が今までの、例えば海外から高い値段で資源買って、値段がこれだけ高いから大きなマージンがあるという中で生きてきた同じ年齢の人間だったら、こいつさえ潰せばと、それは思いますよ。いろんな手使います。ただし
僕はその手を知ってるっていうことです。相手はまさかと思ってるだろうけど、こっちは知ってます。この6年だけじゃなくて、民間時代からずっと心がけてきたことは、敵の中に味方を作るんです。はい、それはそう意図してやってるわけじゃない。なんでかそうなるんですよ、ね、敵は敵なんですよ。どうも実は僕に本当のことを教えてくれるっていう人が日本だけじゃなくて各国にいます。それは僕のいわば取り柄なんで、まあ体が強いということと合わせて、これは僕の任務だろうと思っています。はい、まあ、さっきね、この先10期60年じゃなくて100期600年、しかも青山千春理論を入れて内臓を取り替えてと、ちょっとそれはあんまり僕の趣味じゃないと思う。私は今ある体で天が戻ってこいとおっしゃったら、そこで僕はあっさり去っていくと思いますね。今こんな話する場面じゃないよね。あと10日で公示っていう時にね、まあいつでもどこでも選挙の公示になろうがなろうまいが、国会議員を続けようが続けまいが、私の生き方は同じなので、そこをみんなと一番共有したいと思います。じゃあですね、今ちょうど2時半過ぎました。じゃあここでサプライズの中身を言います。今から有楽町マラソン大会を開催し、1位の人には今僕が着てる背広をあげます。なんで？今の全部冗談ですよ、ね、本当はまあサプライズと言っても大したことはないんですが、今からおよそ30分間質問にお答えして、3時になったらなんと外へ出るんです。街頭演説です。ありがとうございます。正直言うと全然受けないんじゃないかと思ってた。なんだという感じが僕はあんのかなと思ったのに、およそ9割2分ぐらいの人が拍手してくれたね。本当にありがとうございます。と言ってもどうぞ勘違いなさらないで、選挙演説するわけじゃないですよ。ただ普段から街頭演説ってのは合法なんです。で、届けなくても合法かもしれませんが、当然私たちの生き方としてすでにこの有楽町の管理をなさっているところすべてに連絡を取って許可をいただいてます。はい、この駅前に広場がありますが、あそこで、選挙のための演説はないけれども、みんなで祖国を取り戻そうという趣旨の街頭演説を、ただし日曜日のこういう時にあんまり迷惑かけたくない、どうせ選挙になったら迷惑かけるんですから、今回は30時間に制限してありますじゃなくて30分です。30分だけですけれども、街頭で演説をします。街頭演説始めたら雹が降るかもしれません、ね、なんか今日天気予報で東京の一部では雹が降るかもしれないと言ってたんで、ああこれは僕の人徳次第だなと。もし雹が降ったり、あるいは雨が降ったら全部この男の責任ですから、はい、そうです、はい、そこは許してください。まあ今ね、窓がないんで外の状況分かりませんが、皆さん無理のない範囲内で来れる人は来てもらって、だからちょっと時間の余裕見てくださいねってブログに書いてたのはそういう意味ですが、まあ30分なんで、もしも都合がつく方は一緒に外で集まっていただきたいと思います。で、したがってですね、なんせ、うちの事務所は人がいないので、後片付け云々も含めて3時にこの僕らの国会総集編アット有楽町が終わったらですね、3時ちょうどに終わって3時半からその有楽町の広場で始めますから、
その30分間の間、トイレ行く人は行ってもらって、あるいはフランクフルト食べる人、有楽町にドイツビールの美味しいフランクフルト屋あるでしょ、30分なんとか1本ぐらい食えるんじゃないですか、ね、だから3時半にもう一度その広場に集まっていただければ、その後4時まで、サプライズ、大げさですけれども街頭演説をいたしたいと思ってます。はい、それじゃ あ質問をお受けしたいと思うんですが、ちょっと待ってね、そのマイクを持っていくインターン、あ、いたいた、はい、ちょっと自己紹介してくれる？自己紹介、はい、自己紹介15分ぐらいやっていいよはい、ちょっとまず鈴木杏里インターンです。はい、自己紹介。はい、今現在青山重治事務所でインターンをさせていただいております鈴木杏里です。よろしくお願いいたします。今日は杏里だけ？あ、増野さんは今そちらの街頭演説の方の準備に行っております。まあ、彼女はとっても謙虚な人なんで一言しか言わなかったけど、お茶の水女子大学の今2年生です、ね、でもう一人男子で、増野優斗君っていうナイスガイがいて、ね、彼女と同じように本当に見事な日本女子日本男子なんですが、彼は早稲田大学の政治経済学部の1年生ですから全く僕の後輩なんです。これ偶然なんですけどね。で彼はだから有楽町行けばいるわけだ。はい、でじゃあ今から皆さんに手を挙げてもらうんですが、皆さんポイントが1個あるのもお気づきですよね。手を挙げて質問したい人はこのアンリに気に入ってもらわないといけないんです。いつも通り僕は指名しません。で僕らの国会でも井出口太志秘書が指名してるでしょ。で今日はこの鈴木アンリに気に入ってもらわないといけないんです。はい、じゃあどうぞ手を挙げてください。任せるよ。はい、住民の自分の趣味で選んでいいからね。あ、アンリー、アンリー一個だけ、その、一番最初は男子の方、じゃあ次女子にしましょう。男子女子男子女子、今日ね30分近くあるから大丈夫です。どうぞ。あ、興味深いお話聞かせていただきました。東京都中央区から参りました大西です。中央区、はい、お金持ちやね、はい、ありがとうございます。本当に2点ちょっと考えてきたんですけれども。2点ダメちょっと1人でも多くのために1個、今日のいただいたパンフレットにもスパイ防止法について、はい、ちょっとトピックがありましたので、ちょっと私去年今医療系 の職種についているんですけれども、はい、国家資格をまた別に去年取りまして、ええ、いわゆる政府観光物官報というものに、ええ、その合格者の名前っていうのが載ってですね、初めてその去年官報というものを拝見したんですけれども、ええ、そこにいわゆるこう、ちょっと待ってね、官報って分かりますよね。はい、官が知らせる官報、はい、どうぞ。いわゆるこう帰化人っていうのですね、お名前がずらずらたくさんこうおびただしい数、要は例えば中国人とか韓国人、朝鮮かちょっと分かりませんけれどもの方がこう帰化されたというようなことが、ちょっと名前が結構膨大な量ですね、名前がありまして、あ、ちょっとこれはなんか自分 その知らないところでそういう方がこう知らぬ間にこう日本人としてこう混ざっているというかですね、おられる、ちょっとなんか恐怖感というかですね、そういったものを覚えまして、まあ、そのスパイ防止法、いわゆるこう浸透工作というか、そういうようなことっていうのが状態的に起きているのかどうなのか、まあ、分からないんですけども、スパイ防止法ということ、先生のちょっとどういったことをお考えなのかっていう、ちょっとご見解をお聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。今の質問のご趣旨は、まあ、ブログにいろんな人から日常的にいただいてるんですよね。それでまず知らぬ間にっていうのは違いますよね。だって官報で公示してるんですから。だからこれはそこは僕も6年前まで一試験者、今も試験者ではあるんですけど、
それより先にみんなの代理になってますが、何もかも全員に伝わるように知らせることはできません。したがって自分で取りに行かなきゃいけないんです。それもまた民主主義の基本なんです。でどうしても政府だけでそれできないからメディアがこんなに異常発達するんで、ただし話がそれるわけじゃなくて、僕は国営放送ってのは必要だと思ってます。 NHK は公共放送で、だから好き勝手やってるわけですけど、国営放送は必要だと。ただしロシアの国営放送と違って伝えるべきを正確に伝えるもの必要だと思ってますが、まあ官報は一応みんなに知らせてるんで、知らぬ間にっていうのは主権者でそれを知ろうとしないっていうことだっていうふうにはまず思うべきだと思います。それからスパイを防止することと民族が違えば帰化できないというのは話が違います。それは帰化なさってようが、もともと僕のように純な日本人であってもスパイ活動できませんということであって、帰化なさってるからそれがその真相とおっしゃいましたが、深い部分でスパイ活動するっていうのは明らかに差別につながります。それは僕は反対します。それをやってると日本は生きていくことができないです。このウクライナ戦争でよく分かった通り、世界は本当にちっちゃくなってます。通信交通の発達もあってちっちゃくなってて、国際結婚を含めてもたくさんの民族が混じることになるっていうのは少なくともある程度は避けられないです。そこを最初から入れないようにするような協力の国、もともと日本は違いますよ。これは例えば京都の太秦行って繁華しいぞ、ね、要するに観音様がこうやって考えてらっしゃる、あの多分国宝第一号だと思うんですけれども、太秦のあの繁華しいぞ僕は大好きで、そこで大きな写真を買って僕の寝室に飾ってます、ね、どんなに怒りを覚えることあってもあの像を見て気持ちを沈めるようにしてるんですよ。あれどこから来ましたか。あれ朝鮮半島から来たんですよね。だからもともと海があって日本は守られてると同時に、その海を越えてでも交流するっていう寛容さがあって、寛容さがあるから聖徳太子は非譲る国の天使が非没する国の天使って堂々と言えたんですよ。もともと恐れて閉じ込めてて、自分たちは外と何も交流しないんだと、そんな気持ちだと、あの聖徳太子のお手紙のような毅然たる姿勢を示すことはできないんですよ。したがって帰化人をやめて、帰化することをやめさせてスパイ防止法というのは考えが違います。同時に、僕は法務省の担当記者だったときに、当時の梶山清六法務大臣、そして根室康塚次官、そして堀田務、これ今テレビでリベラルなこと言ってる人がいるでしょ、あの人官房長でしたよ。こういう方々に会って、日本は帰化条件が甘すぎるということは記者時代から言いました、ね、これは文句を報じるっていう意味じゃなくて、さっき言いました戦争をやってない韓国、ね、そして日中戦争って戦争あったけど、現政権の共産党軍は日本軍避けてたあの中国、それが全部戦勝国だ戦勝国だって言って、特にその方面から来ると帰化条件が甘くなってるのはけしからんと、当時まだ若い記者でしたが、これは違いますということを言ったら、ちゃうさっさとやめて選挙に出た方がいいって言われたんですよ。これは真剣に言ってくれたんですよ。法務省もずっとおかしいんですよ。今回論議読むの承知で離婚なさった後の子供の扱いについて動画アップしました。でやっぱり僕は独立後援会と混同しそうになるんだけど、実はどういう反日団体が動かしているかも資料の中にあるんですよね。でこういう反日団体って朝鮮半島の人や中国の人が多いと思うでしょ。これ多くは日本人なんですよ。しかも帰化人じゃないです。僕とあなたと同じように純然たる日本人で、子供の頃から反日教育受けて育ってるから、これが正しいと思ってる。法務省もそれにすごく弱いんですよ。それは国会議員の責任です。有権者に選ばれた国会議員がむしろ反日を認めてるから、カーボンニュートラルと全く同じで、役所はそれに従うってことです。だから中国や韓国、ね、韓国というか朝鮮半島出身だからといって甘くする、帰化条件が実際甘くなってる、
断固僕は反対し続けています。記者時代からです、はい、そのことと気がした外国人はスパイになりやすいと思うのは違います。そうやって先入観で人を見ることを違う言葉で言ったら差別って言うんです。英語で差別のことをプレジディス、プレジディスってどういう意味ですか。プレっていうのは前にですよね。ジュディスって言葉は要するにジャッジメントと近いです。何も実態を見ないであらかじめ、例えば僕は日本人だったら、例えば白人の一部にはこいつはきっと劣ってるに違いない、そうプレジュディス、ね、でそれに陥らないようにちゃんと仕分けして考えることが必要だと思っています。あの若かりし記者時代の信念と国会議員6年やった僕の信念は何も変わるところがありません。はい、よろしいですか。はい、じゃあ一問で我慢していただいて、アンリー、インターンだろうが秘書さんだろうが僕は本当は全部ファーストネームで呼びます。ふとし、マミ、カズミ、新平ちゃんのことは時々間違って一平と呼ぶんですよ。虎ノ門ニュースで一平ちゃんと本当に仲良かったんで気がついたら呼んだ半分ぐらい未だに一平って呼んでるんですけど、新平だから全部ファーストネームなんでアンリー。はい、次の人行きましょう。だから次女性ね。はい、少な、日本女子、日本女子、日本女子、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、東京八王子から来ました阿部と申します。ありがとうございます。青山さん、日々のご活動本当に感謝しております。こちらこそありがとうございます。日本のためにどうぞよろしくお願いします。質問は電力のことです。昨日今日のニュースにもありましたと思いますが、東電計画停電、今、ニュースをいくつか触れたんですが、うん、電力の需給がここまで逼迫してるって知りませんでした。東電以外の、東北中部電力から余剰してもらう、融通してもらう、そのパーセントが 3% で、特に今年の夏と今年の冬ですね、うん、それこそ大きな大規模停電も予想される警報が出るっていうニュースでした。それで勉強したらあまり電力のことが複雑すぎて、昔からの経産省や311からですね、原子力の問題もあります。素人の私にはどこをどういうふうに手をつけたらこの問題が解決するのか全く分かりません。先生がお感じになっているこの、まあ、今いろんな問題山積してますけど、直近私たち一般人とあと電力止まったら企業会社製造みんな止まっちゃいます。そこの問題を先生はどこから手をつけたらいいか。はい、わかりました。はい、お答えする前にね、今日独立講演会に参加している人も多いですよね。でその独立講演会も今のように生質問、その場で質問してもらうってやってたんですけど、これ今なんで独立講演会やってないかというと、演説なさる人が多いんです。で今日は今の方もさっきの方も比較的短いですけど、この演説なさる方がどうしても止められなくて、そうすると苦情が山のように来るんです。青山さんの話を聞くために5000円払ったのに他人の意見をいっぱい聞かされたと、ね、で今日はその独立講演会来てる人にとっては今みたいな生質問を受けたのは逆に不満かもしれませんけど、まあ、その違いです。比較的短くてありがとうございます。これは答えは簡単というより答え1個しかなくて、原発の再稼働するだけです。まず原則をお話しておきたいのは、例えば電力計算とか、あるいはその再生可能エネルギーと、あるいは今わずかに動いている原子力と、それから火力発電所、ね、その中でも例えば石油なのか石炭なのか、その細かい割合の計算とか、あるいは電気代の計算とか、あるいは融通量の計算とか、これみんなができなくて当たり前で、そんなことしてたら人生遅れないですよ。何でも細部は複雑なんですよ。それを理解しなきゃいけないのは僕らの仕事だから、国会議員は本当は生半可なことでできないですよ、ね、僕も本来エネルギーの専門というのは原子力とそれから新エネルギーですけど、
でも例えば石炭とか石油とか電力計算のことも分かってないといけないです、ね、でも皆さん分かる必要全くないですよ。電気足りないんですから、正しい手段で補うだけで、正しい手段の安全性を高めた、確認したんじゃなくて高めた原子力発電所が眠ったままになってる、それを再稼働させようとすると選挙で不利になる、例によって選挙の話なんですよ。民主主義の履き違いですよ。選挙のために祭りごとやってんじゃないんですよ。自分の内閣が潰れてもいい、自分が議席失ってもいい、本当に訴えるべきを訴える、それが選挙なのに話が逆になってるから、当選したらガチャンとスイッチが切り替わって自分らだけで万歳してるわけですよ。あれがいい証拠じゃないですか。だから電力の逼迫の話なんていうのは恥をさらけ出してる。この間萩生田経産大臣ととも僕は親しいですから電話をして恥をさらしてるって言ったんですよ、ね、大臣もこれから萩生田さんは総理候補なんで、隠れた総理候補なんで、僕は実は推薦してます。能力本当に高いですよ。しかし守りに入っちゃダメですよと、洋上風力発電は止めるんですよ大臣、ね、参院選終わったら交代かもしれないので、いや党に欲しいんですよ、党に。当選1回がなんでこんな話を大臣としてるんですかね。それどころか総理としてますから、これ公開とかなんですけどね、アンリー、ね、だから萩生田大臣にも洋上風力は大臣でいる間に止めるんですと、ね、そして人間社会は全部そうですけど、いつも言ってる通り失敗が本当の財産なんで、福島原子力災害で日本は頑張って放射線障害で死んだ人は一人も出さなかった。それどころか本当は放射線障害で治療を受ける人も一人も出さなかった。逆に誤った避難をして大事な透析を途中で停止して、そのために亡くなった病気の方を含めて4000人以上が災害関連者で亡くなった。その一番つらい命だけは取り戻すことができないので、そのつらいことを教訓にして安全性高めてきたんですよ。もともと塀があと数メートル高かったら福島第一は何も起きてない、それを断言できるのは世界で私一人です。あの災害進行中に校内に入って、何年か経つまで言いませんでしたが、私は1シーベルト以上被爆してます。ミリじゃないんですよ。だから僕の寿命に必ず影響はしてますけれど、だからいつも言ってる通り有言実行で中に入っただけです。あの事故が進行中の福島原子力発電所の中を見た専門家は世界で僕一人です。もうすっかり様子変わってるんで。それから言ったら、実は原子力の問題じゃなくて塀が低かった、防潮堤を高くするのを惜しんだ、東北電力女川原発は若い研究者社員の意見を入れて少し高くした、それだけのことです。今の原子力発電所くまなく僕は回ってきましたが、防潮堤も、そして電源が失われた時、福島で起きたのも電源がなくなっただけ、冷やせなくなったので燃料棒が溶けただけ、あえて言いますだけと。原子炉は壊れてません。事故が一番ひどい時でも原子炉は壊れてないんですよ。燃料棒が冷やせなくなったから当然溶けて、それが下の床を突き破って下の水に入ったから、入った放射性物質の中から一番軽いもの、放射性ヨウ素と放射性セシウムが出ていった。放射性ヨウ素は8日間で消えてなくなります。しかも、まあ、違う意見の人もいるようですが、実際はですね、僕の意見で言うと線量が低すぎたので子供にヨウ素製剤飲ませなかったんですよ。大半これは知ってる人多いと思いますが、人間誰でも甲状腺があります。放射性ヨウ素は甲状腺に溜まりやすい、溜まってしまうと特に子供はがん引き起こしやすい、そこに放射性物質を帯びてないヨウ素製剤を事前に飲ませておくと、飲んでもらうと甲状腺がいっぱいになってその後何も入ってきません。なぜあの時飲ませなかったか、全部常備してました。今もそうです。動いてなくても原発のあるところは地域にヨウ素製剤が置かれています。日本はそこはちゃんとできてます。なんで飲ませなかったか、
線量が低すぎたんです、放射線量が。要素製剤は副作用ありませんよ。でも水ではないから迷った末に、こんな低い放射線量で水じゃないものを子供に飲ませられないと言って飲ませなかったんですよ、ね、だそのことを考えれば、本当は安全性高めると言っても、膨張って高くするだけで用事は本当は済むわけですけど、ものすごく電気代がそのために上がってるけれども、もうここまでやるのかってぐらい安全性高めてるわけです。だから真っ先に象徴として東北電力の女川原発からすぐに再稼働すべきだし、僕らの国会静岡でもう動画アップしてますけど、質問があった時に、浜岡はかつてはリスクがあったんですよ。なぜか福島と違って原子炉建屋が海に面してるから、福島は一歩下がってたんですよ。だからこれは専門家の僕しか分かんないって痛感したのは、あの事故炉の後ろに回った時に作業員の方も、あ、やっぱ津波でやられたんだとおっしゃったんですよ。なぜか大きなトレーラーが逆さに2台突っ込んでたり、巨大な燃料タンクって大きいだけじゃなくて、そこに燃料が入ってるんですから、どんだけ重いんですか。それがプカプカと浮いてたんですよ、沖合に。作業員の方もそれ初めて見て、わあ、やっぱ津波だとおっしゃったんで、違いますって言ったんですよ。申し訳ないけど、これは危機管理全体を見てる専門家、僕のような仕事ないとわからない、これは日本が天に愛されてる証拠だって言ったんですよ、作業者の中で。なぜかそこで全部エネルギーが吸収されたんですよ。超えてきた津波のエネルギーが吸収されて、だからトレーラーは逆さに突っ込んでよかったんですよ。そこでエネルギーが失われて、実際に原子炉に来た波はひたひたと染みるような波に過ぎなかったんですよ。それがさっき言いました通商産業省、通産省と東京電力が歪んで結託をして、アメリカの GE が作った欠陥炉を、なんと地震国日本において、業者もアメリカの業者、地元の業者は使わずにアメリカの業者を作ったから、配電盤を地下に置いたんですよ、ハリケーン対策で。彼らハリケーンしか分かんないんですから。だからその配電盤が濡れて冷やせなくなったので、燃料棒が溶けたというだけなんですよ。原子炉全く壊れてないんですよ。だからひょっとしたら必要ないかというところまで含めて、巨額な電気代、皆さんの電気代使って安全性を高めた原発を再稼働したら、電力の逼迫あっという間もなく解消ですよ。しかも大臣を含めて経産省に僕は言ってるのは、そこはさすが日本でまだ全然再稼働の当てがついてないのに、即座にできるようにずっと努力して、今すぐに本当にスイッチ入れるだけで電気を送れるようにしてるんですよ。その努力というのは、まあ、電気代上がったのはけしからんけど、日本でないとできないですよ。こんなアメリカとかイギリスとかフランス、ドイツ、ロシアなんて冗談じゃない、チャイナも冗談じゃない、こんなのみんな手引いてしまいますよ。じーっと耐えてその日が来るのを待ってる。まさしくこういう時間になるとヘビやトカゲを食べる陸上自衛隊の特殊部隊の人と同じですよ。やがて日本国民を許してくれて拉致被害者を救出できるようになる、それを信じて、いざとなったら北朝鮮行って、憲法9条変わったら行って、野を越え山を越え川を踏み越えて拉致被害者を探す。そのためにヘビやトカゲ、普通の若者ですよ、アンディやユートのような、そういう育ちの若者が焼いて食べるとはいえ、ヘビの皮を見て食べるんですよ。それと同じのことを普通の電力会社の作業員が耐えてなさってるっていうのは、これ日本の底力ですよ。あのニュースを見れば見るほど複雑な話に見えてきてしまうっていうのは分かるんですが、もうそんな見んでよろしい、はい、そんな見る暇あったら美味しいバウムクーヘンでも食べてた方がいいよ、はい、まさしく原発の再稼働だけです。はい、それで解決できます。なんとアンリー、あと1分やん、ふとし1問だけにしましょう。はい、1問だけ、次は男子の番です。はい、鈴木アンリー19歳の試練、はい、誰に当てようか。はい、アンリーの 目にかなった人をどうぞ。元自衛官です。おお、ちょっと拍手してください。
自民党の憲法草案、自衛隊と書かずに国軍と書いてます。なぜマスコミで言わないのか、青山さんどう思われますか。これは違います。これは野党時代の自由民主党憲法改正案が国軍じゃなくて国防軍と書いたんです、ね、で政権取ってからの案に国防軍が姿を現したことないんですよ。これは元自衛官の方、その僕は国軍にすべきだという考えですから僕と全く同じ意見ですけど、現実で言うと自由民主党は野党の時だけ国防軍と言ったんですよ。だから僕は議員になって10ヶ月の憲法改正推進本部で石破さんがその、まあ、そういうご意見かどうか今確認してないですが国防軍で行けとずっとおっしゃったんですよ、僕のすぐこの辺に。で僕は石破さんの方を見ながら言ったのは、それ9条変えるなというのと同じですと、ね、あの元自衛官として元国防倫理について おられた責任として国防軍であるけどその通りですよ。なぜかというと軍法会議を置けないですから、自衛隊だと軍法会議を置けないと、例えば今もう防衛省と議論しているときに防衛省さえ閣議決定したらオールマイティになります、嘘こけって。防衛省閣議決定しても例えば自衛官をやむを得ず敵を殺害したときに、それが本当に正しい行動かだったかどうかは諸外国でも裁かれることがあります。でも全部軍法会議です。軍法会議って戦前のことを全部悪く言う習慣でなんか悪いものと思ってますが違いますよ。市民社会と違うルールを作らざるを得ないってことを言ってるんで、普通の刑法や刑事訴訟で裁かれたら過剰防衛、ね、自衛権個人にもあるんですが、自分が例えば殴られるときに相手殺してしまったら普通の例えば僕を含めて国会議員もおそらく裁判有罪ですよ。でも本来は自衛官や軍人は軍法会議でこれは正当な行為になって罪に問われないんですよ。だから自衛隊のままでいると軍法会議をおそらく作れないから、このいびつなところを変えなきゃいけない、そういう意味を込めて野党の時は国防軍と言ってて、それが与党になったら自衛隊の名義に変わったっていうのは、それはまずは第一歩としてやらざるを得ないということであり、それから石破さんが評論家ならいいけれども自由民主党の幹事長や防衛大臣までやった人が実際国会で総議員の3分の2の賛成を石破さんが集めてくんなら別だけど、集めてこれないでしょ。石破派もなくなったじゃないですか、ね、また厳しいこと言ってるけど、まあ、友達だから言うんですけど、石破さん純粋に国のことを考えてるのは間違いないですよ。この中に違う意見の人多い、僕も違う意見ですけど、ね、でもまずは自衛の措置を妨げないこれだけは実現して、その後にやがてはおっしゃる通り自衛隊じゃなくて国軍ないしは国防軍どちらでもいいですけど、日本軍、日本海軍、日本空軍、日本陸軍にして国際法とぴったり合わせないといけないです。自衛隊は国民の漠然とした常識と違って国際法に合わないんですよ。諸外国から見たらわけわかんないんですよ。国際法でどうにか人間が保障したことは国の正式な軍隊でないと戦ってはいけない、勝手に私の兵が私兵が戦ってはいけない、ここまでやってきたんですよ。じゃあ自衛隊が旭日旗まで持って世界に出てきたときに軍法会議がない、国際法から見たら軍隊と言えない、でも見かけは軍隊、戦力の強さも軍隊、一体どう扱ったらいいのかっていうのが実は同盟国合衆国も含めて国際社会の本音なんですよ、ね、そのことを選挙で堂々と言わなきゃいけないですよ、はい、だから質問に、まあ、時間がないのでお答えする範囲内で言うと、国防軍というのは自然に消えたんじゃなくて野党の時だけの案で与党になったらそれが自衛隊の名義に変わっていますと。で僕はそこに現実に9条を1日も早く変えないと拉致被害者の救出もままならないので、じゃあ僕はあの、議員になって10ヶ月の憲法改正推進本部の場で言ったのは、私は今ここで考えを変えますと。今まで9条はそのままに言って安倍総理の案に反対してきました。でも国会議員の責任としてできることからやるためにこの9条のこのそのままにするっていうのを認めますと静まり返りましたね、場内が。でもその上で第三項として自衛権の発動は妨げないというのを入れてくださいと言って、多分孤立面倒終わると終わったら
6人の国会議員がまだ守るか書く形もないですよ、6人の国会議員が青山案って言葉を使って青山案に賛成ですと、それに勇気づけられてその後首脳陣を沼、まあ、していて太字がよく知ってますけどアポはすぐ取れましたね、はい、あのアポ取れたこと自体が本当不思議でしたよ。でも全員が会ってくれて首脳陣のうち僕に反対したのはお一人で、残念ながらもう亡くなりましたけど残りの方は全部賛成してくれてそれが党の正式案になったんです。こっから行くしかないです。それすらなくそうとこの間さっき言いかけましたが憲法改正実現本部で首脳陣がこれで国民説得してくださいって配ったパンフレットに自衛隊の名義しか書いてないから、だから自由民主党ですからそういう場でもさあ議員の意見をって言われた瞬間にはい、その瞬間首脳陣に動揺を走るのが見えましたが自由民主党はどうしたんですかと、自衛の措置は妨げないというのを党で決めたじゃないですかと、ね、これを自衛隊の名義だけに戻すんだったら戻すなりの手続きが必要だけどやってないじゃないですかと言ったらこうなった上で、これ公開動画なんですけど、いや青山さんありますよ、消してないです消してないです、ね、これ本当にこうおっしゃったんですか、消して消してないっておっしゃったんです、ね、見たらですね、見たら文章の中の一つに、ね、自衛の措置を遂行するところの自衛隊の明記って書いてあったんです。まあかろうじてこれで僕と守る会に説明するつもりかと思いましたが、今回の参院選それも勝負です。はい、あの選挙の前でギリギリ言える範囲で言うと野党だけがライバルじゃない、自由民主党の中で私たちのような勢力がどれぐらいの実績を出すか、去年10月の総選挙もそうでしたが、ね、総選挙で大阪を中心に守り会は議席失ったけど、今日ブログに書きました、その一人から今日6月12日守り会創立記念日で私は脱落しましたって書いてきたから、違うよってちょっと本人が発表してないから言えませんが、今回の参院選はお出にならないけどある選挙に国政選挙に出られます、ね、だからあなたはそこで倒産して戻ってくるんだと、そして彼は役員ですけど役員の席も開けてあるよと、ね、だからちゃんと戻ってくるんだと、俺がずっと応援するからと申しました。だから今回の参院選挙も次の総選挙もその前の来春の統一地方選挙もそして3年後の参議院選挙も全部勝負勝負勝負で、まずは自由民主党の中で大きな勢力をさらに作っていくことです。お金に知恵も動かない、地位の割り当てもない、利益何もないのにただ祖国のために集まる議員集団が今74人やがて100人を超えていくであろう。それがさっきおそらく生涯を国防に捧げてきてくださっている今も自衛官辞めてもお変わりでない今の方の質問にお答えすることだと思います。はい、じゃあ皆さん今の方はすいません、この程度の答えになりますが、この後街頭に出る準備をみんなでしたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうありがとうありがとうございます。はい、それではこれをもちまして参議院議員全国比例代表青山繁晴の講演会僕らの国会は終了となります。ありがとうございました。ちょっとみんな今スイッチ入れるんで耳つんざいたらごめんね。大丈夫かな。大丈夫。あ、おおむねいいですね。いや、めちゃくちゃ人集まってない。まあ、ありがとうございます。あのさっきの会場にいた人が多いと思いますが違う人もいらっしゃると思うんで、もう一度今の日本の状況について、これから30分の間短いですけどお話をします。今日本とアジアとアジア
これまだあのさっきの会場の癖が抜けてなくてしょうもない冗談言うんで一応前を中心に笑ってくださいね。もう一回ちゃんと言うと日本とアジアと世界同時に3つの危機が起きてるんですよね。一つは3年ぐらい前から始まった中国製のウイルスの危機です。今私は自由民主党の現職の国会議員参議院議員ですが責任を持っています。中国製だと考えてます。ただし中国が意図を持って漏洩したっていうことはないです。自国でウイルスを漏洩させることはないです。ただし中国科学院っていう共産党の下の組織があってそこの武漢病毒研究所、病毒っていう病の毒って書くんですが中国語の意味はウイルスって意味です。ここで1956年、今座って集まって立って集まってくださった方ほとんど生まれてないと思います。1956年から生物兵器の研究をしてきたんです。そのウイルスの一部が漏れ出たものだと思われます。しかも恐ろしいことにいわば作り主の中国がこのウイルスが変異した時に扱えない、手が打てない、上海をロックダウンして中国経済の中心の上海の人、物、金、全部の動きを止めざるを得ない、作った本人が手に負えないウイルスが現れているっていう危機がまず一つ目です。したがって感染症自体は日本では静まっていきますがウイルスだけ静まっていけばいいんじゃなくて中国共産党の独裁という危機はもっと強くなるってことをまず一つ目考えないといけないです。二つ目、ウクライナ戦争ではっきり分かった安全保障の危機です。これは危機と言いつつもウクライナの赤ちゃんや妊娠なさった女性が殺されるという犠牲のおかげでようやく私たち日本国民も自分の力で愛する人たちを守ることがどんなに大切か日頃からその姿勢を見せないとロシアの西隣がウクライナでも東隣はこの日本ですから、やっと今までの意見の違いを超えて日本国憲法の9条を含めて考え直そうかなというところまで来てるっていうのが2つ目の危機であると同時にようやくみんなでまともに議論ができる状況になってきた、その陰に無残に殺害された同じ人間の赤ちゃんや妊娠なさっている女性がいるということをどうぞ選挙とか関係なく私たちは一緒に考えませんか。3つ目はこれもロシアの独裁主義で分かったエネルギーの危機ですよね。今一番分かりやすく言うと電気代が去年より3割か4割上がってる。本当はみんなもっと怒るべきですよね。自由民主党は何をしてるのか、岸田政権は何をしてるのか、さっさとトリガー条項を使ってガソリンの税金すら下げられないのか、それが目に見えてる危機です。でも同時に今電気代が上がりガス代も上がり、そして車を使う人にとってはガソリン代が上がり、消費税、ね、消費税のことは後で言いますから大丈夫です。それによってむしろ自前でエネルギー持ってないとこんなに他国の危機が日本の危機になるのかということをよくみんな体で今実感してると思うんです。今一番の焦点は天然ガスです。液化天然ガス、これ日本はご承知の通り
8000数百キロ彼方のカタールから買ってるんです。中東のカタール、ここに僕は専門家としてよく行くんですが、行くとここで何でもカタールって言うんですよ。まあよく笑いますね、こんなベタな。これ本当に言うんですよ。英語で喋ってて突然そこだけ日本語で言うので多少おかしい人かなと思われてると思いますが、でもこのカタールと日本、例えばこの有楽町を見てもですね、8000数百キロ彼方です。8000数百キロ彼方から機体を持ってくることはできないので、日本人の発明で液化したんです。一旦液体にする、機体を液体にする、液化天然ガス、アルファベットで言うと LNG、ね、そこでまずお金かかる。そして特別な船、甲板の上にアイスクリームの半切りみたいなものが乗っかってる船で運んでくるから、その船のお金もかかる。日本に持ってきたらなんと液体を機体に戻して使ってるんです。日本は資源がないんだってことをみんなが、僕も含めてちっちゃい頃から刷り込まれているから、それだけ遠くから買うんだから値段がこうでしょうがないと、ね、いつも言ってますけどこう思ってるわけですよ。隅々の方は見てください、値段がこれだけ高いとみんなも困るんですよ。例えば今日手伝ってくれてるのが18歳の学生の優斗くんだけど、一人暮らしの学生にとっても光熱費が上がるってのは本当に困りますよね。でも値段がこうの方が儲かる人がいて、その一部の人に古い自由民主党が支えられてきたんですよ。ところが私を含めて一部の目覚めた人間が、まあ、僕の借金を中心にして実際に研究調査船を日本の周りの海に出したら、日本は全部海に囲まれてるけど、そこに凍っている天然ガスが手つかずで残っていることが分かってきて、確かめて、例えば僕の話の後にコンビニに行ってもらうと白いシャーベット売ってますよね。その白いシャーベットも暑いから買って食べられる時に、念のため100円ライターでも近づけてください、ただ溶けるだけですよね。ところが僕たちが実際に日本の海の中から見つけた白いシャーベットそっくりのものに、実際に研究船の上で100円ライターの何でもない日に近づけたら、ぽっと青い炎を出して燃えたんですよ。燃えて残るのは水だけです。一番最初に調査船の甲板でこの青い火を、青い炎を僕の配偶者の青い町原和も含めて研究者でみんな見た時に、みんなで涙が出たんですよ。これで日本は変わると、石炭より石油よりもっと環境にも優しい天然ガスが自分の海から見つかったんだから、日本はこれで自立できると、アメリカの仲介で中東の王様から高いガスや油を売ってもらう時代はこれで終わるんだと、あの腐った中民主党もやっとこれで目が覚めるんだろうと思ったんです。あの涙流してからすでにもう10年以上が過ぎてて、民間の専門家でずっと働きかけてきましたが、政府が動かないので、ついに6年前に私は自分の人生をはばかりながら壊して国会議員にやむを得ずになりました。あれから6年経って経済産業省が海外から資源買えばいいのっていうのは、実は切り替えて自分の海の資源を使おうというふうに変わって、なんと大臣も役人の人も国会で5年後の2027年までに日本の凍った天然ガスメタンハイドレートを商用化すると、普通の企業が使えるようにするという約束をしたんです。これは正直言うと期待以上の変化ではあります。変化ではあるけれども、もしここで僕は自分の願い通り1期6年で辞めると、間違いなく今の天然ガス課長、担当課長は変わる、上の部長も変わる、
資源エネルギー庁長官も変わる。そうやって全部逆に起こすから、まだ選挙始まってませんから、選挙の話はいたしません。しかし私個人で言うと、少なくとももう一期6年はやらざるを得ないと考えています。もう一度話を元に戻すと、今日本とアジアと世界は共通の危機に直面していて、一つは中国製の感染症の危機です。実は今のウイルスは変異は重ねていても、ウイルスはもう人を殺さない方向に、難しい言葉で言うと致死率を下げる方向にウイルス自体が変わってきました。私たちと共存する方向に変わっていってるから、少し良くないように見えるけれども、例えば鳥インフルエンザ、これも中国から始まったものですけど、鳥から鳥へ移り、鳥から豚に移り、ついに今は人から人に移るようになってるけど、独裁主義の中国だから情報がないんです。したがって間もなくこの夏を乗り切って、私たちはマスクを外していくかもしれないけど、中国の独裁主義が日本とアジアと世界に厄災をもたらす。皆さん誤解しないでね、中国人がと言ってないんですよ。まあ、肝心なところで独裁主義が好きな普通の人いませんから、中国のように大きすぎることをメリットにしてると、民主主義では国が保てないから。ロシアも大きすぎるでしょ、独裁主義になり、その古文の北朝鮮も独裁主義になってるっていうだけで、これを喜んでる朝鮮の人々、中国の人々、ロシアの人々、僕は世界を歩いて直接知ってますか、誰も喜んでないんですよ。でも大事なことはもう一度言います。3つの危機の1つ目の危機は、感染症の危機は目に見えてるけど、本当は独裁主義っていうものがどんなに怖いかということです。こうか不幸か、日本の隣人は中国、ロシア、北朝鮮、なんと台湾以外の隣人は独裁主義です。韓国も大統領選挙やってらっしゃるけど、前の大統領が死刑判決を受けたりする、王朝の交代に似てるからそうなるんです。だから台湾だけは民主的な選挙やってるけど、そこを中国は狙ってます。そのこと、困ったな嫌だって話で終わるんじゃなくて、日本は77年前に戦争に負けてアメリカに民主主義を教わったんじゃないんですよ。今日こういう場ですけど、あえて言うと古い古い古代の時代にいらっしゃった仁徳天皇が、まあ今僕は平場に立ってますけど、もうちょっとこの岩の上みたいなところ登ったらね、いいかもしれないけど、これ警備当局が困るかもしれないから、この場で言うとですね、まあ、僕が今丘に立ってると考えてもらうと、仁徳天皇は実際登られて、私たちの祖先、同じ庶民の家をご覧になって、晩飯時になっても煙が上がってないとお気づきになった。当時は晩ご飯作る時には乾いた木を燃やしたり、枝を燃やしたり、乾いた米を燃やしたりして必ず煙が出る。煙が出ないってことは税金が重すぎる、税金が重すぎると天皇陛下が思われて税金取るのをお嫁になったんですよ。だから今も僕は消費増税反対なんです。岸田総理にも申し上げてます。総理、中小企業が賃金上げたら税金おまけします。これ間違いです、逆さまです。中小企業には税金を上げる資金がないんです。なんでないのか、物が売れないからです。今までは感染症のせいだと言い訳ができた、この 2,3 年は。でも明らかに終わっていくんです。その時こそ自由民主党を中から変えて消費減税に踏み切る時です。消費税1割も取られるから、感染症の不安やたくさんの不安で供給費も光熱費も上がる、みんなが物を買うの控えるの当たり前じゃないですか。日本のものは
ほとんどは中小企業が作ってるんですよ。日本の会社の9割が中小企業で、そのうちの多くが零細企業です。トヨタの車が壊れないんじゃなくて、トヨタの車の部品を作ってる中小企業がすごいから、日本の車は壊れないんです。その中で例えば僕の持ってるこのマイクが954円だとすると、仮にもうちょっと高いかな、じゃあ1234円だとすると、これの消費税 8% って言ったら、なかなかすぐに計算しにくいじゃないですか。今どうですか、 10% ですよね。じゃあこれ1234円、消費税いくらかかるのか、123円。日本人なら誰でも計算できるじゃないですか。だから僕は安倍総理に申し上げたのは、 10% にしたら岸田さんでも菅さんでもなくて安倍さんですよ。僕と長年の盟友の安倍さんがこれをやったんです。盟友だろうが何だろうが違ってることは違うんです。安倍総理に1割にしたら、賢い日本人は消費税がいくらかすぐ分かるから、物が売れなくなって、賃上げがもっとできなくなって、アベノミクスが築いてきたことを自分で壊すのと同じですよと、ね、急に声が枯れ始めましたが、安倍総理の陰謀ではないです。そしたら安倍さんが、青山さんね、これ社会保障の財源だからもう変えられないんだとおっしゃったんです。今岸田総理が国会でおっしゃってることと同じですよね。これ自体が間違ってるんですよ。消費税を一つの目的にしちゃダメです。これほとんど財務省のまごうことなき陰謀ですよ。社会保障は絶対必要なんです。それまで国のためにみんなのために働いてきた高齢の方々、働けなくなったら見捨てるんですか。必ず社会は保障しなきゃいけない、ご恩に報いなきゃいけない、そしてまた働けない子どもたち守らなきゃいけない、あるいはご病気になったり、あるいは怪我をなさったりして働けない人、これをみんなで守るの断固正しい。しかしそれがいつから消費税になったんですか。もともと国債を増やしても問題はありません、ありませんが、でも国の力、生産力を強くして全体のパイを大きくしておかないと社会保障はできないです。消費税を 10% にしてみんなが物を買わなくなって、一番打撃を受けるのは中小企業で、だから賃金を上げられない、賃金上がらない庶民が物を買うんですか。こんなことぐらい分からんのか。分からないのがはっきり言って財務省です。私は政治献金1円も受け取らない、パーティー券も売らない、パーティー開かない、団体の支持は受けない、講演会作らない、講演会長置かない、そして地元を作らないんです。僕は神戸市の生まれですけど、自由民主党の兵庫県連にもどこの都道府県連にも属してないです。自由民主党の議員として初めてのことでいろいろ文句言われます。しかし実際皆さんは国会の中のことをなかなか議員に教われない、僕は全部赤裸々に申してます。財務省の偉い人が特に自由民主党の議員のところを回っていくんですよ。去年の10月31日に東京でも総選挙ありましたよね。そこで誕生した新人議員のところにびっくりするぐらい偉い人、財務省の課長とかじゃなくて局長とか審議官とか偉い人が行くんですよ。そこで何を喋ってるか、なんと財務省が知らない恐ろしいことがあって、その議員が会ってる会議室の横の部屋に僕がいるんですよ。これ次長です。今までの派閥と違う新しい議員集団、日本の尊厳とご景気を守る会、楽勝を守る会、私は今代表ですが、これなんと中民主党の現職議員74人いるんです。去年の総選挙で新しく当選した人に一度も声かけたことがない、なのに向こうから僕んとこお出になって守る会に入れてくださいと、今までの派閥にも行かれるけど同時に僕の守る会にも来られる。だから僕は一番幼稚なのは派閥に引っ張られることと、もっと深いのは財務省ですよ。だから財務省から
アポイントメントの申し込みがあったら教えてくださいね。そうそう、教えてくれます。だから僕は別に隠れてるわけじゃないですよ。でも堂々と座ってるけど、まさか僕がいると思わずに財務省が実際に僕の耳があるところで何て言ったか。先生のお地元にあの公民館ありますよね。言うわけです。お地元っていうね、これ子供たち言いたくない、間違った日本語。こんなもの敬語つけちゃいけないけど、こういうのがうさんくさい。お地元のあの公民館の左奥の階段がもう弱ってますよね。体育館の方は右の非常階段弱ってますよね。本当にそれだけ言って帰っていくんですよ。とんでもない偉い人がやってきて帰っていくんですよ。それ聞いた議員ははっきり言うと守る会に入ってなかったり、あるいは僕と議論してなかったら、これ誰でも地元のためにも地元の皆さんのためにも財務省の言うことを聞かないと、あの階段直す予算がつかないのかと思うんですよ。本当につかないんですよ。ところが僕のところにやってきた財務省は、先生のお地元を調べてもわからないんで教えてください。だから僕は思うように、私はあなた方にやられないために地元を作らないんです。参議院の全国区は何のためにあるかというと、ただただ国のために命を捧げて国民のためなら死ねるというのが全国区の議員なんです。間違っても東京の代表や、申し訳ないけど一部の建設組合の代表とかではなくて、全国民のために、知らない人のために死ねるというのが全国の議員です。ありがとう。言ったら財務官僚は、まあ、何とも言えない、人間が本当に驚いた時はこういう面なのかと。でもですね、皆さん、これはさっき我々のインター松野雄斗がいわば希望の一つだと言いましたけど、この財務省の中に我々の味方が現れるようになったんです。特にこの感染症で経済も何も冷え切って、そしてウクライナ戦争が起きて、やっぱり日本の今まではおかしいんじゃないかと、安全保障これでいいのかと思ったのは皆さんだけじゃないんですよ。財務官僚って言ったって、要は受験勉強に勝って東大法学部出ただけで、受験勉強全部模範解答がある世界ですから、どこの入学試験にロシアが突然隣国を占領して、占領した後そこの次の国に生まれないように妊婦を殺し、次世代が育ったのに赤ちゃんを殺し、皆さんのような方にはロシアのパスポートを出す、そんなことを想定しろっていう試験問題なんかありえないんですよ。だから逆に、まあ、僕の東大での教え子はまだ若いけど、でも財務省に入りました。そういう人たちの声が少し変わって、なんと経済産業省、さっき言った経済産業省だけじゃなくて財務省や外務省も変わり始めたんです。このことを逆流させずに、つまり私たちの試みが潰れたら、今までの古い自民党、自由民主党じゃなくて自民党に戻ることに直ちになってしまう、ね、本当にこの参議院選挙が、自分の選挙を考えて天下を決めっていう人がいるけど、そんな議員はもういらないです。日本は本当は政治と呼ばずに祭り事と言ってきたんですよ。それはさっきの仁徳天皇の話に最後にもう一度戻っていくんですが、その前に今日東京ですから、東京出身者もいれば僕みたいに神戸、関西出身の人も東北、北海道、沖縄たくさんいらっしゃいますよね。日本のすごいところは、いまだにどこ行ってもお祭りがあることです。お祭りするときに、例えばみこし担ぐときに自分の幸せ願って昔担いでる人いますか？どんな考えの人でも、この地域のみんなが幸せになるようにと思って人のことを願って昔担いでますよね。重い昔を、これ俺では女性も担いでくださるようになった。あれが日本です。お祭り、祭り、祭りごと、それが日本語の政治って意味なんです。人のために生きる、
みんながそれぞれ受験勉強するのも会社で一生懸命車売るのも実は人のためだと、それが日本の生き方です。ですから今日のこの短い間でも一応私の話は全部つながっていて、なんと世界を脅かしている中国共産党、あるいはロシアの独裁者、核ミサイルで世界を脅す北朝鮮、みんな我が日本のすぐ隣です。この丸いみたいなところに独裁主義がみんな集まってるようなもんです。丸いが独裁主義じゃないですよ。丸いは月賦で物を売ってくれる学生時代からお世話になってるところ。でもなんでそこで日本が役割を果たすべきなのか。古代の時代の帝王様であった仁徳天皇が私たちの祖先の庶民の暮らしをご覧になって、しかも当時の日本は一言で庶民って言っても格差ありましたよね。すでに今の言葉で言ったら学歴が違ったり年収が違ったりいろいろ違いましたよね。一切仁徳天皇というお考えがあらずに万民平等として全部の税金おやめになった。それが日本書紀によれば何年も続いたから、最初はお召し物がボロボロになり、次は宮殿の屋根に穴が開き、塀が崩れ、ついには食べるものがなくなった。その時に仁徳天皇の皇后陛下が、陛下もう何年も税金取るのをやめたんですから、もうそろそろ元に戻しませんか、食べるものがありませんとおっしゃった時に、仁徳天皇は人類の歴史に残る一言をおっしゃった。いや違う、民が幸せになることだけが私の幸せであると。僕も皆さんも子供の頃に仁徳天皇は墓がでかいと教わったでしょ。それが何の意味かを先生も知らず、だから私たち教わる側も知らず育ちました。でも例えばこれから感染症静まったらピラミッドに行ってみてください。僕は何度も行きましたが、素晴らしい建物ですが、要は王様が生きてる時だけじゃなくて死んでからも自分たちと家族だけが幸せになりたいって作ったのがピラミッドです。じゃあ例えば、まあ、今日この後でもいいです。新幹線に乗って京都行かれて京都御所に行ってみてください。京都御所、天皇陛下の本来のお住まいです。今の皇居は徳川将軍のものですよね。誰でも知ってる通り、誰でも知ってることの本当の意味考えると、京都御所の前を今日のこの後夕方でも歩いてみてください。お堀ありますか、高い塀はありますか、どっかに守りありますか。何も守りがない。世界を歩いてきてこんな大きい日本にしかないんですよ。なんでですか。守る必要がない、庶民国民に襲われる理由がない、労働者階級もブルジョワジーも関係ない。日本人は全て天皇陛下が私心を捨てられてるの知っているから、誰も襲うものがないから守る必要がないんです。天皇の教えや。それを考えれば本当は私たちを民主主義、アメリカに戦争に負けて教わったんじゃない。アメリカは教わる遅いですから、とりあえず多数決で決める、あるいは他の国だと独裁者が決める。日本ではこれだけ今どれぐらいいらっしゃいますかね。15万人ぐらいいる。そんなにいないよ。15万人ぐらいいます。まあそうですね、やっぱりでも300人ぐらいいらっしゃると思いますが、それぞれ意見違いますよね。そのままでいい、そのままでいいって僕が言ってるんじゃなくて、なんと日本の本来の憲法、11ヶ条憲法、古代の憲法に書いてある。和をもって尊しとなし、なあなあでいけって意味に教わりましたが違います。世界を歩いたら分かる、ここにいる300人全部そのままでいい、ありのままのあなたでいい、ありのままのあなたの学歴収入考え方でいい、そのまま認めて多数決で決めるんじゃない、ましてや独裁者が決めるんじゃない、みんなの中に意見が一致できるところ、そのところだけを探しましょう。和を持って尊しとなし、それが日本の考え方です。戦争に負けて77年やっと私たちが本来の誇りを取り戻して、自由民主党も中から変えて外から評論家や野党に変えてもらおうとするんじゃなくて、
中から自由民主党の議員からまず変えて、そして世界に対して独裁主義と違う生き方が、このロシア、北朝鮮、チャイナの虎の日本でこうやって息づいているんだということを、私たちが世界に見せることによってしか世界のこれからは開けないです。逆に言うと、日本はこの3つの危機、感染症と安全保障とエネルギーの危機によって、自前の海の資源の実用化を含めて、日本がこれからアジアと世界を救える存在になる。その意味では、あと10日ぐらいに迫った参議院選挙は本当はそういう選挙です。自分のことを考えている人なのか、人のことを考えている人なのか、それをできれば基準に考えていただきたいと思います。だいたい時間となったんですね。あ、時間過ぎてます。じゃあ皆さんですね、本当はこの中でもう余裕のある人は、十何日だっけ、十何日かに大阪堺で僕らの国会ってのやります。大阪堺、民族天皇のお膝元、お墓のあるお膝元、お墓に行ってみてください。真っ平らで何も見えませんよね。でも今日の僕の話聞いていただくと、なぜ大きな墓が建ったのか理由も分かるはずです。なぜかというと、これお別れに申せば、日本書紀を後でインターネットでじーっと睨んでください。現代語訳を見るより原文睨んだ方がいい。日本人が書いた漢文だから、見てると分かります。なんと仁徳天皇の最後に書いてあるのは、税金が元に戻った、税金を取られるようになった庶民が誰に命令されたんじゃなくて、自然に集まって、見知らぬ人が集まって、みんなみたいに知らない人が集まって土を練って、そしてまず宮殿の塀から直し始めたと書いてある。世界の歴史に三千と輝く本物の民主主義の生涯を忘れられないような場面です。そのことを考えれば、みんな誇りを持って、この日本の唯一の主人公、岸田総理も、私も、安倍元総理も、みんな皆さんの代理人です。そのことを考えていただいて、気持ちよくこれから起きる選挙のうるさい中でも、そのことを考えていただきたいと願います。で、さっきまでこの有楽町で、読売ホールで僕らの国会っていうのをただで誰でも参加できる会やってました。これ今度大阪堺であります。それから僕にとってはようやく公示があって選挙です。今日はあくまで選挙と関係ないんですよ。でも6年間皆さんから歳費いただいて、政治権限受けたらない、パーティー権一番売らない、でも歳費皆さんに給料いただいてきましたから、その報告をしなきゃいけないので、今日有楽町を事前に届け出をして、この地元の了解を得て、ここで皆さんに集まっていただきました。ちょっと時間を超過しましたが、まあ逆に言うと選挙戦11日間もあります。東京で何か話せるか分かんないけど、その時にまたお目にかかりましょう。今日はこういう場ですから質問も受けられないけども、皆さんありがとうございました。